二十四の瞳坪井栄一小石先生十年を一昔というならばこの物語の発端は今から二昔半も前のことになる世の中の出来事はといえば選挙の規則が改まって 普通選挙法というのが生まれ2月にその第1回の選挙が行われた2ヶ月後のことになる昭和3年4月4日農産漁村の名が全部当てはまるような瀬戸内海りの一貫村へ若い女の先生が赴任してきた100個余りの小さなその村は 入江の海を湖のような形に見せる役をしている細長い岬のその突っぱなにあったので対岸の町や村へ行くには小舟で渡ったりうねうねと曲がりながら続く岬の山道をテクテク歩いたりせねばならない交通がすごく不便なので小学校の生徒は4年までが 村の文教場に行き5年になって初めて片道5キロの本村の小学校へ通うのである手作りのわら草履は一日で切れたそれがみんなは自慢であった毎朝新しい草履を卸すのは嬉しかったに違いない自分の草履を自分の手で作るのも 5年生になってからの仕事である。日曜日に誰かの家へ集まって草履を作るのは楽しかった小さな子供らは羨ましそうにそれを眺めて知らず知らずのうちに草履作りを覚えてゆく小さい子供たちにとって5年生になるということは独り立ちを意味するほどのことであった。 しかし文教上も楽しかった文教上の先生は二人でうんと年寄りの男先生と子供のように若い女子先生が来るのに決まっていたそれはまるでそういう規則があるかのように大昔からそうだった職員室の隣の宿直室に男先生は住み着き 子先生は遠い道を通ってくるのも男先生が34年を受け持ち女子先生が12年と全部の商家と4年女性の裁縫を教えるそれも昔からの決まりであった生徒たちは先生を呼ぶのに名を言わず「男先生女子先生」と言った年寄りの男先生が 恩給を楽しみに腰を据えているのと反対に女子先生の方は1年かせいぜい2年すると転任した何でも校長になれない男先生の教師としての最後の務めと新米の女子先生が苦労のし始めをこの岬の村の文教上で務めるのだという噂もあるが嘘か本当かはわからない。 だが大体いい本当のようでもあるそうして昭和3年の4月4日に戻ろうその朝三崎の村の5年生以上の生徒たちは本校まで5キロの道をいそいそと歩いていたみんなそれぞれ一つずつ進級したことが心を弾ませ 足元も軽かったのだカバンの中は新しい教科書に変わっているし今日から新しい教室で新しい先生に教えてもらう楽しみはいつも通る道までが新しく感じられたそれというのも今日は新しく文教上へ赴任してくる女子先生にこの道で出会うということもあった。 今度の女子先生どんなやつじゃろなわざとぞんざいにやつよばわりをするのは高等か今の新生中学生にあたる男の子供たちだ今度のもまた女学校デーデーの卵じゃいよったぞそんならまた半人前先生かどうせみさきはいつでも半人前じゃないか。 貧乏村なら半人前でもしょうがない世紀の師範でではなく女学校での准教員今では助教というのだろうかのことを口の悪い大人たちが半人前などというのをまねて自分たちももう大人になったようなつもりで言っているのだが大して悪気はなかった。 しかし今日初めてこの道を歩くことになった5年生たちは目をパチクリさせながら今日仲間入りをしたばかりの遠慮さで聞いているだが前方から近づいてくる人の姿を認めると真っ先に歓声を上げたのは5年生だったわー女子先生それはついこの間まで教えてもらっていた小林先生である。 いつもはさっさとすれ違いながらお辞儀を返すだけの小林先生も今日は立ち止まって懐かしそうにみんなの顔をかわるがわる見回した「今日で本当にお別れね」「もうこの道でみんなに出会うことはないわね」「よく勉強してね」そのしんみりした口調に涙ぐんだ女の子もいた。 この小林先生だけはこれまでの女子先生の例を破って前の先生が病気でやめた後、三3年半も三崎の村を動かなかった先生であっただからここで出会った生徒たちは一度は小林先生に教わったことのあるものばかりだ先生が変わるというようなことは本来ならば 新学期のその日になって初めてわかるのだが小林先生は型破りに10日も前に生徒に話したのである3月25日の終業式に本校へ行った帰りちょうど今立っているこの辺で別れの言葉を言いみんなにキャラメルの小箱を一箱ずつくれた。だからみんなは 今日この道を新しい女子先生が歩いてくるとばかり思っていたのに、それを迎える前に小林先生に会ってしまったのである。小林先生も、今日は文教場にいる子どもたちに別れの挨拶に行くところなのであろう。先生、今度来る先生はさあ、もうそろそろ見えるでしょ。 今度の先先生生どんな先生知らんのよまだまた女学校ででさあ本当に知らんのでもみんなし悪るしたらダメよそう言って小林先生は笑った先生も初めの一年は途中の道でひどく困らされて生徒の前も構わず泣いたこともあった泣かした生徒はもうここにはいないけれど ここにいるる。の兄や姉である若いのと慣れないのとで岬へ来る大抵の女子先生が一度は泣かされるのを本校通いの子供らは伝説として知っていた4年もいた小林先生の後なので子供たちの好奇心はワクワクしていた小林先生と別れてからもみんなはまた 今度来る先生の姿を前方に期待しながら作戦をこらした「いもじょ」ってどなるかいもじょでなかったらどうするいもジョに決まっとると思うがな口々に「いもじょいもじょ」と言っているのはこの地方がさつまいもの本場でありその芋畑の真ん中にある女学校なので。 こんないたずらな呼び方も生まれたわけだ小林先生もそのいも出身だった子供たちは今度来るおナゴ先生をも「いもで」と決めて「もう来るかもう見えるか」と道が曲がるたびに前方を見渡したが彼らの期待する「いもデーデー」の若い先生の姿にはついに出会わず。 本村の広い県道に出てしまった。と同時にもうおナゴ先生のことなどかなぐり捨てて小走りになったいつも見る癖になっている県道沿いの宿屋の玄関の大時計がいつもより10分ほど進んでいたからだ時計が進んだのではなく小林先生と立ち話をしただけ遅くなったのだ。 背中や脇の下で筆箱を鳴らしながらほこりを立ててみんなは走り続けたそうしてその日の帰り道、再びおナゴ先生のことを思い出したのは剣道から岬の方へ分かれた山道に差し掛かってからであるしかもまた向こうから小林先生が歩いてくるのだ。 たもとの着物を着た小林先生はそのたもとをひらひらさせながら妙に両手を動かしている「先生おなご先生。女,先生女の子はみんな走り出した先生の笑顔がだんだんはっきりと近づいてくると先生の両手が見えない綱を引っ張っていることがわかってみんな笑った。 先生はまるで本当とに綱でも引き寄せているように両手をかわるがわる動かしとうとう立ち止まってみんなを引き寄せてしまった先生、今度の女子先生来た来たわ、どうしてまだ学校にいるんああ、そのこと、船で来たのよ、今日はふーん、それでまた船でいいんだんそう 私にも一緒に船で帰ろうと勧めてくれたけど、先生、もう一ぺんあんたらの顔見たかったからやめた。わあ<ー>、女の子たちが喜んで歓声を上げるのを男の子はにやにやして見ている。やがて一人が尋ねた。今度の先生どんな先生ぞな？いい先生らしい、かわいらしい。 小林先生はふっと思い出したような笑顔をした「いもじょ違う違うえらい先生よ今度の先生」でも新米じゃろ小林先生は急に怒ったような顔をして「あんたら自分で教えてもらう先生でもないのにどうしてそんなこと言うの?」。はじめっから新米でない先生ってないのよ。またた私の時みたいに、 泣かすつもりでしょうその剣幕に心の中を見透かされたと思って目をそらすものもあった小林先生が文教場に通い出した頃の生徒はわざと一列大隊になってお辞儀をしたりいもじょっと叫んだり穴が開くほど見つめたりニヤニヤ笑いをしたりといろんな方法で新米の先生を嫌がらせたものだった。 しかし3年半のうちにはもうどんなことをしても先生の方で困らなくなりかえって先生が手出しをしてふざけたりした5キロの道のりでは何かなくてはやりきれなかったのだろうこれを見てまた一人の生徒が尋ねた「今度の先生何いう名前?」。大石先生。 でも体はちっちゃい人小林でも私はのっぽだけど本当にちっちゃい人よ私の肩ぐらいわあ<ー>、まるで喜ぶようなその笑い声を聞くと小林先生はまたキッとなってだけど私らよりずっとずっと偉い先生よ私のように半人前ではないのよふーんそれで先生船で通うんかな ここが大問題だというように聞くのへ、先生の方もここだなという顔をして、船は今日だけよ。明日からみんな会えるわ。でも今度の先生は泣かんよ。私ちゃんと言っといたもの。本校の生徒と行きし戻りに出会うけど、もしもいたずらしたら、猿が遊んでると思っときなさい。もしもなんか言ってなぶったら、カラスが鳴いたと思っときなさいって。 わあわあみんな一斉に笑った一緒に笑ってそれで別れて帰ってゆく小林先生の後ろ姿が次の曲がり角に消え去るまで生徒たちは口々に叫んだ先生さよなら嫁さんさよなら 小林先生はお嫁に行くためにやめたのをみんなはもう知っていたのだ先生が最後に振り返って手を振ってそれで見えなくなるとさすがにみんなの胸には変な物悲しさが残り一日の疲れも出てきてもっそりと歩いた。 帰ると村は大騒ぎだった今度のおなご先生は洋服着とるど今度のおなご先生はイモじと違うど今度のおなご先生はこんまい人じゃどそして次の日であるイモじででない小さな先生に対してドキドキするような作戦がこらされたこそ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 。 ここそそみちみちささやきながら歩いてゆく彼らはいきなりどぎもをぬかれたのである場所も悪かった見通しのきかぬ曲がりかどの近くでこの道にめずらしい自転車が見えたのだ自転車はすっと鳥のように近づいてきたかと思うと洋服を着た女がみんなのほうへにこっと笑いかけて「おはよう!」。 風のように行き過ぎた。「どうしたってそれはおなご先生に違いなかった歩いてくるとばっかり思っていたおなご先生は自転車を飛ばしてきたのだ自転車に乗ったおなご先生は初めてである洋服を着たおなご先生も初めて見る初めての日に「おはよう」と挨拶をした先生も初めてだ。 みんなしばらくはポカンとしてその後ろ姿を見送っていた全然これは生徒の負けであるどうもこれはいつもの新人先生とはだいぶ様子が違う少々のいたずらでは泣きそうもないと思ったごついなおなごのくせに自転車に乗ったりして生意気じゃなちっと。 男の子たちがこんな風に批評している一方では女の子はまた女の子らしく少し違った見方で話が弾みだしている。ほらモダンガール言うのあれかもしれんな。でもモダンガール言うのは男のように髪をここのとこで散髪しとることじゃろそう言って耳の後ろで2本の指をハサミにして見せてからあの先生は ちゃんと髪言うとったもんそれでも洋服着とるもんひょっとしたら自転車屋の子かもしれんなあんなきれいな自転車に乗るのはピカピカ光っとったもんうちらも自転車に乗れたらええなこの道ををすっと走れる気色がええじゃろなんとしても自転車では立ち打ちできないしょい投げを食わされたように みんながっかりしていることだけは間違いなかったなんとか花を明かしてやる方法を考え出したいとめいめい思っているのだが何一つ思いつかないうちにみさの道を出はずれていた宿屋の玄関の柱時計は今日もまたみんなの足取りを正直に示して8分ほど過ぎている「それ」とばかり。 背中と脇の下の筆入れは一斉になり出しぞうりは埃を舞い上がらせたところがちょうどその同じころきの村でも大騒ぎだった昨日は船に乗ってきたとかで気がつかぬうちにまた船で帰ったのを聞いた村のおかみさんたちは今日こそどんな顔をして道を通るかとその洋服を着ているというおなご生を見たがっていた。 ことに村の入り口の「関所」とあだ名のあるよろずやのおかみさんと来たら「岬の村へ来るほどの人は誰よりも先に自分が見る権利がある」とでも言うように朝の起き抜けから通りの方へ気を配っていただいぶ長らく雨がなかったので乾いた表通りに水をまいておくのも新しい先生を迎えるにはよかろうと。 雑巾バケツを持って出てきたときこうからさーっと自転車が走ってきたのだ。おやっと思う間もなく「おはようございます」。愛想よく頭を下げて通り過ぎた女がある「おはようございます」。返事をした途端にはっと気がついたがちょうど下り坂になった道を自転車はもう走り去っていた。 よろずやのおかみさんはあわててとなりのだいくさんとこへはしりこみいどばたでせんたくものをつけているおかみさんにおおごえでいった「ちょっとちょっといまようふくきたおんながじてんしゃにのってとおったのあれがおなごせんせいかいの」「しろいシャツきておとこみたいようなくろのうわぎきっとったかいのうんそうじゃなんとじてんしゃでかいの」昨日入学式に 少女の末裔を連れて学校へ行った大工のおかみさんは洗濯物を忘れて呆れた声で言った。よろずやのおかみさんは我が意を得たという顔で、本に世も変わったの。お女子先生が自転車に乗る。おてんばと言われせんかいな。口では心配そうに言ったが、その顔はもうおてんばと決めている目つきをしていた。 よろずやの前から学校までは自転車で23分であろうがスーッと風を切って走っていって15分も経たぬうちに女子先生の噂はもう村中に広まっていた学校でも生徒たちは大騒ぎだった職員室の入り口の脇に置いた自転車を取りまいて50人足らずの生徒はガヤガヤわやわや、 まるでスズメの喧嘩だったそのくせ女子先生が話しかけようとして近づくとやっぱりスズメのようにパーッと散ってしまう仕方なく職員室に戻るとたった一人の同僚の男先生は実にそっけない顔で黙っているまるでそれは「話しかけられるのは困ります」とでも言っている風に机の上の担当箱の影にうつむき込んで 何か書類を見ているのだ。授業の打ち合わせなどは昨日小林先生との事務引き継ぎで済んでいるのでもうことさら用事はないのだがそれにしてもあんまりそっけなさすぎるとおナゴ先生は不平だったらしいしかし男先生は男先生で困っていたのだ困ったなあ。 女学校の市販課を出た正教員のパリパリはイモジョデーデーの半人前の先生とはだいぶ様子が違うぞ体こそ小さいが頭も良いらしい話が合うかな昨日洋服を着てきたのでだいぶハイカラさんだとは思っていたが自転車に乗ってくるとは思わなんだ困ったななんで今年に限って こんんな上等を岬へよこしたんだろう。校長もどうかしとる。とこんなことを思って気を重くしていたのだこの男先生は百姓の息子が10年がかりで検定試験を受けやっと45年前に一人前の先生になったという努力型の人間だったいつも下駄履きで 一枚看板の洋服は肩のところが焼けて洋館色に変わっていた子供もなく年取った奥さんと2人で貯金だけを楽しみに倹約に暮らしているような人だから人の嫌がるこの不便な岬の村へ来たのも付き合いがなくてよいと自分からの希望であったという変わり種だった靴を履くのは職員会議などで 本校へ出向いて行く時だけ、自転車などはまだ触ったこともなかったのだしかし村では結構気に入られて魚や野菜に不自由はしなかった村の人と同じように赤をつけて村の人と同じものを食べて村の言葉を使っているこの男先生に新任の女子先生の洋服と自転車は ひどく気づまりな思いをさせてしまったしかし女子先生はそれを知らない前任の小林先生から本校通学の生徒のいたずらについては聞いていたのだが男先生についてはただ「変骨よ気にしないで」とささやかれただけだっただが変骨というよりもまるで意地悪でもされそうな気がして たたっ二た日目だというのにうっかりしているとため息が出そうになるおなご先生の名は大石久子湖のような入り江の向こう岸の大きな一本松のある村の生まれである岬の村から見る一本松は盆栽の木のように小さく見えたが その一本松のそばにある家ではお母さんが一人、娘の勤めぶりを案じてくれている。と思うと大石先生の小さな体は思わず胸を張って大きく息を吸い込み「お母さん!」と心の底から呼びかけたくなるついこの間のこと「みさは遠くて気の毒だけど」 1>, 1年だだけ我慢してください。1年たったら本校へ戻しますからな文教上の苦労は先しといた方がいいですよ亡くなった父親と友達の校長先生にそう言われて一年の辛抱だと思ってやってきた大石先生である歩いて通うにはあまりに遠いから下宿をしてはと勧められたのを 親子一緒に暮らせるのをただ一つの楽しみにして市の女学校の市販科の2年を離れて暮らしていた母親のことを思い片道8キロを自転車で通う決心をした大石先生である自転車は久子と親しかった自転車屋の娘の手鶴で5ヶ月ゲップで手に入れたのだ。着物がないので、 母親のセルの着物を黒く染め下手でも自分で縫ったそれとも知らぬ人々はおてんばで自転車に乗り灰からぶって洋服を着ていると思ったかもしれぬ何しろ昭和3年である普通選挙が行われてもそれをよそごとに思っているへんぴな村のことである その自転車が新しく光っていたからその黒い手ぬいのスーツに赤がついていなかったからその白いブラウスが真っ白であったからみさの村の人にはひどく贅沢に見えおてんばに見え寄りつきがたい女に見えたのであろうしかしそれも大井い生にはまだ納得のゆかぬ。 不2日目である。言葉の通じない外国へでもやってきたような心細さで一本松の我が家の辺りばかりを見合っていた「カッ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 」修行を報じる番碑が鳴り響いて大石先生は驚いて我に帰ったここでは最高の4年生の宮長に 昨日選ばれたばかりの男の子が背伸びをして番着をたたいていた校庭に出ると今日初めて親の手を離れ一人で学校へ来た気負いと一種の不安を見せて一年生の塊だけは独特な無言のざわめきを見せている三四年の組がさっさと教室へ入っていった後、 大石先生はしばらく両手をたたきながらそれに合わせて足踏みをさせ後ろ向きのまま教室へ導いた初めて自分に返ったようなゆとりが心に湧いてきた席に収まると出席簿を持ったまま教壇をおり「さみんな自分の名前を呼ばれたら」 大きな声で返事するんですよ岡田磯吉君。ちの順に並んだので一番前の席にいたチビの岡田磯吉は真っ先に自分が呼ばれたのも気遅れの下元であったが生まれて初めてくんと言われたことでもびっくりして返事が喉につかえてしまった 岡田急吉くんいないんですか見回すと一番後ろの席の図抜けて大きな男の子がびっくりするほど大声で答えた。いるじゃあはいって返事するのよ。岡田急吉くん。返事した子の顔を見ながらその子の席へ近づいていくと2年生がどっと笑い出した。 本物の岡田磯吉は困って突っ立っている。尊貴よ、返事せ。兄弟らしくよく似た顔をした2年生の女の子が、磯吉に向かって小声でけしかけている。みんな尊貴って言うの先生に聞かれてみんなは一様にうなずいた。そう、そんなら磯吉の尊貴さん。 またどっと笑う中で先生も一緒に笑い出しながら鉛筆を動かし、その呼び名をも出席簿に小さく付け込んだ。次は竹下武一君。はい。利口そうな男の子である。そうそう、はっきりとよくお返事できたわ。その次は徳田吉次君。徳田吉次が、 息を吸い込んでちょっと間を置いたところをさっき岡田磯吉の時いる」と言った子が少しいい気になった顔つきですかさず「キッチン」と叫んだみんながまた笑い出したことで相沢仁たというその子はますますいい気になり次に呼んだ森岡田だしのと鳴も「た分のとどなった。 一層大声で、「はーい」先生は笑顔の中で少したしなめるように相沢仁太くんは少しおせっかいね声も大きすぎるわ今度は呼ばれた人がちゃんと返事してね「川本松江さんはい」あんたのことみんなはどう言うのまっちゃん、そう。 あんたのお父さん、大工さん。松江はこっくりをした。西口美沙子さん。はい。美沙ちゃんって言うんでしょ。彼女もまたかぶりを振り、小さな声で、みーさん言うん、あら、みーさん言うの。可愛らしいのね。次は香川雅野さん。へい。 思わず吹き出しそうになるのをこらえこらえ先生は抑えたような声で「へいは少しおかしいわ」「はい」って言いましょうねマスノさんするとおせっかいの仁田がまた口を入れた「まーちゃんじゃ」先生はもうそれを無視して次々と名前を呼んだ「木下富子さんはい」「山石早苗さんはい」 返事のたびにその子の顔に微笑を送りながら「壁べこつるさん」急にみんながわいわい騒ぎ出した何事かと驚いた先生も口々に言っていることがわかると香川わまの,の兵よりももっとおかしく若い先生はとうとう笑い出してしまったみんなは言っているのだった「壁こっつる壁こっつる」つる。 壁壁に頭をこっつる。勝ち気らしい壁こつるは泣きもせずしかし赤い顔をしてうつむいていたその騒ぎもやっとおさまっておしまいの片桐琴恵の出席を取った時にはもう45分の授業時間はたってしまっていた壁こつるがちりりんや 腰に輪をつけて用足しをする便利屋の娘であり木下富子が旧家の子供であり「ヘイと返事をした香川益野が町の料理屋の娘であり孫貴の岡田磯吉の家が豆腐屋で炭古の森岡忠氏が網元の息子と先生の心のメモにはその日のうちに書き込まれたそれぞれの家業は 豆腐屋と呼ばれ米屋と呼ばれ網屋と呼ばれていてもそのどの家も命名の商売だけでは暮らしが立たず百姓もしていれば片手間には漁師もやっているそういう状態は大石先生の村と同じである誰も彼も寸家を惜しんで働かねば暮らしの立たぬ村だが 誰も彼も働くことを厭わぬ人たちであることはその顔を見ればわかるこの今日初めて一つの数から教え込まれようとしている小さな子供が学校から帰ればすぐに子守りになり麦つきを手伝わされ網引きに行くというのだ。 働くことしか目的がないようなこの乾燥の子供たちとどのようにしてつながってゆくかを思う時一本松を眺めて涙ぐんだ鑑賞は恥ずかしさでしか考えられない今日初めて教壇に立った大石先生の心に今日初めて集団生活につながった12人の1年生の瞳は それぞれの個性に輝いてことさら印象深く映ったのであるこの瞳をどうして濁してよいものかその日ペタルを踏んで8キロの道を一本松の村へと帰ってゆく大石先生のはつらつとした姿は朝よりも一層おてんばらしく村人の目に映った。 「さよならさよなら」さよなら。なら出会う人みんなに挨拶をしながら走ったが返事を返す人は少なかった時たまあっても黙ってうなずくだけであるそのはずで村ではもう大石先生批判の声が上がっていたのだみんなのあだ名までち面につけ込んだそうな。 西口屋のミーさんのことをかわいらしいと言うたそうな「もう早の米からひいきしよる西口屋じゃ何ぞ持っていってお上手したんかもしれん」何にも知らぬ大石先生は小柄な体を軽やかに乗せて村外れの坂道に差し掛かると少し前小ごみになって足に力を加えこの張り切った思いを 一刻も早く母に語ろうとペタルを踏み続けた歩けば大して感じないほどの緩やかな坂道は雪には快く滑り込んだのだがその快さが帰りには重い荷物となるそんなことさえ帰りでよかったとありがたがるほど素直な気持ちであったやがて平坦な道に差しかかると 朝方で会った生徒の一団も帰ってきた「おーいしこいしおーいしこいしい人もの声の束が自転車の速度につれて大きく聞こえてくる何のことか初めは分からなかった先生もそれが自分のことと分かると思わず声を出して笑ったそれがあだ名になったと悟ったからだ。 わざとリ,リリリリッとベルを鳴らしすれ違いながら高い声で言った「さよなら」わーっと歓声が上がりまた「おいしこいし」と呼びかける声が遠のいてゆくおなご先生のほかに「こいし生という名がその日生まれたのである体が小粒ぶなからでもあるだろう。 新しい自転車に夕日がまぶしく映り、キラキラさせながら小石先生の姿は岬の道を走っていった。二魔法の橋。とっぱなまで4キロの細長い岬の真ん中あたりにも小さな部落がある。 入海に沿った白い道はこの小部落に差し掛かるとともに自然に岬を横切ってやがて外海沿いに海を見下ろしながら小石先生の学校のある岬村へと伸びているこの外海沿いの道に差し掛かる前後に本校へ通う生徒たちと出会うのが毎日の決まりのようになっていて。 ももしも少しでも場所が違うとどちらかが慌てねばならぬわー小石先生来たぞー。急に足早になるのは大抵生徒の方だがたまには先生の方でも入り海沿いの道で行く手に生徒の姿を見つけ慌ててペタルに力を入れることもあるそんなとき生徒の方の喜ぶまいことか。 顔を真っ赤にして走る先生に向かってはやし立てた「やーい先生のくせに遅れたぞ月給引くぞ」そしてわざと自転車の前にハッとする子供さえあったそんなことが度重なるとその日家へ帰った時の先生はお母さんにこぼした「子供のくせに月給引くぞ」だって。 感情高いのよ嫌になるお母さんは笑いながらそんなことお前気にするバカがあるかいなでもまあ一年の辛抱じゃ辛抱辛抱だがそう言って慰められるほど苦痛は感じていなかった慣れてくると朝早く自転車を飛ばす8キロの道のりは案外楽しく 岬を横切る頃にはスピードが出てきていつの間にか競争をしていたそれがまた生徒の心へ響かぬはずがなく負けずに足が速くなったシーソーゲームのように押しつ押されつ1学期も終わってある日用事で本校へ出向いていった男先生は妙なことを聞いて帰ったこの1学期間 三咲の生徒は一度も遅刻しないというのだ片道5キロを歩いて通う苦労は誰にも分かっていることで昔から三咲の子どもの遅刻だけは多めに見られていたのだが逆に一度も遅刻がないとなるとこれは当然褒められねばならぬもちろん一大事件として褒められたのだ。 男先生はそれを自分の手柄のように思って喜び「何しろ今年の生徒の中にはたちの良いのがおるからな」「5年生の中にたった一人本校の大勢の中でも群を抜いて出来の良い女の子がいることで美咲から通っている30人の男女生徒が遅刻しなかったように言った」だがそれは 実は女子先生ののの自転車たためだったのだ。っしかし女子先生だとてそうとは気がつかなかったそしてたびたびこの岬の村の子供らの勤勉さに感心しいたずらぐらいは辛抱すべきことだと思ったそう思いながら心の中では自分の勤勉さをも密かに褒めてやった。 私だって途中でパンクした時に遅刻しただけだわ私は8キロだものなどとそして窓の外に目をやり自分をいつも励ましてくれるお母さんのことを思った穏やかな入り海はいかにも夏らしくギラギラ光って母のいる一本松の村は白い夏雲の下にかすんで見えた 明け広げの窓から海風が流れ込んできてもうあと2日で夏休みになる喜びが体中に染み込むような気がしただが少し悲しいのは何としても気を許さぬような村の人たちのことだそれを男先生にこぼすと男先生は奥歯のない口を大きく開けて笑い そりゃあ無理な注文じゃ。あんたがなんぼ熱心に家庭訪問してもですな。洋服と自転車が邪魔しとりますわ。ちっとばかり眩しくて気がおけるんです。そんな村ですからな。女子先生はびっくりしてしまった。顔を赤らめうつむいて考え込んだ。 着物着て歩いて通えというのかしら往復より16キロの道を夏休み中にも何度かそれについて考えたが決心のつかぬうちに2学期が来た暦の上では9月といっても長い休みのあとだけに暑さは暑さ以上に答え 女子先生の小さな体は少し痩せて顔色も良くなかったその朝家を出かけるとき先生のお母さんは言ったのである「なんじゃかんじゃと言うても3分の1は過ぎたではないか辛抱辛抱もうちょっとの辛抱」「手伝って自転車を出してくれながら慰めてくれた」 ししかし先生でもお母さんの前ではちょっとわがままを言ってみたくなることは普通の人間と同じであるああしんぼしんぼか腹でも立てているようにさっと自転車を飛ばしたしばらくぶりに風を切って走る快よさが身にしみるようだったが今日からまた自転車で通うことを思うと気が重くなった 休み中何度か話が出て、岬で部屋でも借りようかと言っても見たが、結局は自転車を続けることになったのである。自転車も朝は良いけれど、焼けつくような暑熱の照り返す道を、背中に夕日を受けて戻ってくるときの辛さは、時に息も止まるかと思うこともある。岬の村は目の前なのに、 日がな毎日バカ年を入れて入り海みをぐるりと回って通うことを考えると悔しくてならない。しかも自転車は岬の人たちの気に入らないというのだ。暗地記書口に出しては言わないが目の前に横たわる岬をにらまえると思わず足に力が入る。 珍しく波のざわめく入り江の海を右に隔てて岬に逆行して走りながら「ああ」と思った「今日は210日なのだ」そうと気がつくとなんとなく嵐を含んだ風が邪剣に頬を殴り塩っぽい香りを存分に漂わせている岬の山のてっぺんがかすかに揺れ動いているようなのは 外海の波の荒さを思わせてちょっと不安にもなった途中で自転車を降りねばならないかもしれぬからなのだそうなると自転車ほど邪魔なものはないしかしだからといって今降りるわけにはもう行かないのだと考えながらいつしか空想は羽のある鳥のように飛び回っていた「風よ投げ」。 アリババのように私が命令を下すと、風はたちまち力を抜いて、海は嘘のように静まり返る。まるで今眠りから覚めたばかりの湖のような静かさです。橋を架かれ。さっと私が人差し指を前に伸ばすと、海の上にはたちまち橋が架かる。立 なのようにきれいな橋です。私だけに見えるそして私だけが通れる橋なのです私の自転車はそっとその橋の上にさしかかります私はゆっくりとペタルを踏みますあわてて海に落ち込むと大変ですからこうして七色のそり橋をゆっくりと渡りましたが。 いつもより45分も早く岬の村へ着きました。さあ大変です。私の姿を見た村の人たちは、急いで時計の針を45分ほど進めるし、子供たちと来たら、見るも気の毒なほど慌てふためいて、食べかけの朝飯を喉に詰め、あとはろくに食べずに家を飛び出しました。 私が学校に着くと今起きだしたばかりの男先生は驚いて井戸端に駆けつけ長手を使い始めるし年取った奥さんは奥さんで寝まきも鍛える間がなく七輪をやけに仰ぎながら片手で襟元を合わせ合わせ決まり悪そうな体裁笑いをしそっと目元や口元をこすりました。目の悪い奥さんは、 朝起きるといつも目やにがたまっているのですここだけは本当のことなので思わずくすっと笑ったとき空想は霧のように消えてしまった行く手から風に乱されながらいつもの声が聞こえたのである「こい先生 ひと月ぶりの声を聞くとぐっと体に力が入り「はーい」と答えたものの風はその声を後ろの方へ持って行ったようだ思った通り外海の側は大きく波が立ち騒いでいていかにも薬くらしい様を見せている遅いのね今日は45分ぐらい遅れているかもしれないわよ。 それを聞くと、懐かしそうに立ち止まって何にか話しかけそうにした子どもたちは本気にして走り出した先生の方も風に逆らって一層足に力を入れた時々、方向の決まらぬようなまいまい風が吹いてきて何度も自転車を降りねばならなくなったりしたまったく45分ほど遅れそうだ。 海辺の村でも一本松はいつも岬に守られている形で薬尾にも大したことはないのに比べると細長い岬の村は外海側の半分がいつも相当の害を受けるらしい木々の小枝のちぎれて飛び散った道を自転車も難重しながら進んだ押して歩く方が多かったかもしれぬ。 こうして本当に随分遅れて村に差し掛かったのであったが村中が一目で見えるところまで来て先生は思わず立ち止まって叫んだ「あら!」「村のとっつきの小さなはとばでははとばのすぐ入り口で漁船が転覆してクジラの背のような船底を見せているしはとばに入れなかったのか道路の上にも幾席かの船が上げられていた」。 海から打ち上げられた砂利で道は渦巻り到底自転車など通れそうもないほど荒れているのだまるでよその村へ来たような変わり方だった海べりの家ではどこも皆屋根瓦を剥がされたらしく屋根の上に人が上がっていた誰一人先生に挨拶をするゆとりもないらしい中を先生もまた 道に打ち上げられた石をよけながら自転車を押してやっと学校にたどり着いた門を入っていくとどっと一年生が走ってきて取り巻いたそのどの顔にも生き生きとした目の光があったそれは昨夜の嵐の訪れを喜んででもいるように元気なのだうわずった声の調子で 口々に話しかけようとするのを少し出しゃばりの香川増野が「私が報告の役だ」とでもいうふうにその声の高さでみんなを抑え「先生損樹のうちぺっちゃんこにつぶれたんカニをたたきつけたように」。増野の薄い唇から出た言葉に驚きだんだん大きく目を見開いた先生は顔色さえも少し変えて「まあ損樹さん。 うちちのの。人たた怪我しなかったの見回すと損機の岡田磯吉はびっくりしたのがまだ冷めないような様子でこっくりをした「先生私のうちは井戸の羽鶴瓶の竿が真っ二つに折れて井戸端の水がめが割れたん」やっぱり益野がそう言った「大変だったのね他のうち どうだったのよろずやのおじさんが屋根の囲いをしょって屋根から落ちたん。まあみーさんとこでさえ雨戸を飛ばしたんでなみーさん。気がつくとマスノが一人でしゃべっている。他の人どうしたのなんでもなかったのやまいしさなえと目が合うと打ちきなさなえは赤い顔をしてこっくりした。 マスノは先生のスカートを引っ張って自分の方へ注意を引き、先生先生、それよりもまだ大騒動なんよ。米屋の竹市んくは盗すっとに入られたのに、なあ竹市、米一否取られたんなあ。同意を求められて竹市はうんとうなずき、油断しとったんじゃ。こんな雨風の日は大丈夫だと思ったら、今朝になって見てみたら、 ちゃんと納屋の戸がぬすっとん盗人の家まで米粒がこぼれとるかもしれんゆうてお父っつぁんが探したけんどこぼれとらなんだんまあいろんなことがあったのねちょっと待って自転車置いてくるからまた後でねいつもの通り職員室の方へ歩いて行きながら。 ふっといつもと違った明るさを感じて立ち止まった先生はそこでまた驚かされてしまった井戸の屋根が吹っ飛んで見覚えのトタン屋根の辺りが空白になりその辺りの空に白い雲が飛んでいた走り回っていたらしい後ろ鉢巻きの男先生がいつもに似合わず愛想のよい顔で「いやあ女子先生どうです」。 ゆうべはだいぶあばれましたなたすきがけの奥さんも出てきて頭の手ぬぐいをぬぎながら久しぶりのあいさつをし「一本松が折れましたな」え「えっほんとですか?」先生は飛び上がるほど驚き自分の村の方に目をやった「一本松はいつものところにちゃんと立っているがよく見ると 少しし違った姿をしている大した暴風でもなかったのに年を経た老章は枝を張ったその幹の一部を風に奪われたものらしいそれにしても入り海を取り囲んだ村々にとって大昔から何かにつけて目印にされてきた名物の老章が何にあったのを地元の自分が気づかずにいたのが恥ずかしかった。 しかも今朝方は傲慢にもいい気になって一本松の下から人差し指一本で魔法の橋をかけ波を沈めたのだ村の時計を45分も進めさせることで村中の人を大騒ぎさせたのに来てみればそれどころでない大騒ぎなのだ男先生は慌ててちょを使っているどころでなく 裸足になってて働いている奥さんは七輪などとっくに済ましてきりりとしたたすきがけで働いているではないか。ああ二学期第一日は出発から間違っていたと女子先生はひそかに考えた家を出る時のお母さんに対しての不愛想を悔いたのである。 3時間目の昇華の時女子先生は思いついて生徒を連れ災難を受けた家へお見舞いに行くことにした一番学校に近い西口美佐子の家へ寄り見舞いの言葉を述べた「何と言っても家がぺっちゃんこになった孫樹の家が被害の第一番だ」とみんなが言うので次には公人様の上にある孫樹の家へ向かった。 が今朝言ったカニを叩きつけたようだというのを思い出しそれは大人の口まねだろうと思いながら変に実感を伴って想像されただが家はもう近所の人たちの手助けであらかた片付いていた別棟の豆腐納屋の方が助かったのでそこの土間に直に畳を入れてそこへ家財道具を運んでいた。 一家七人が今夜からそこに寝るのかと思うと気の毒さですぐには言葉も出ないでいるのを手伝い人の中から川本松江の父親が口を出し大工らしいひょうきんさでしかし幾分かの皮肉を交えていった「あこれはこれは先生先生まで手伝いに来ておくれたんかなそんなら一つ その大勢の弟子を突こうて道路の石でも浜へ転がして使わさらんか。ここは大工でないと都合が悪いですわい。それとも長名でも持ちますかな良い慰み者と言わんばかりにそこらの人たちが笑う。先生はハッとしのんきらしく見られたことを恥じた。その通りだと思った。 ししかしせっかく来たのだから一言でも損機の家の人たちに見舞いを言おうと思い何となくグズグズしていたが誰も取り合ってくれない仕方なく戻りかけながら照れ隠しに子供たちにはった「ねえみんなでこれから道路の砂利掃除をしようかうんうんしようしよう」。 嵐の後らしいすがすがしさを伴った暑さに包まれて村は隅々まではっきりと見えた「よいしょっとこいつめこんちき」。めいの力に応じた石を抱えては道路の端から2メートルばかり下の浜へ落とすのである。二人がかりでやっと動くような大きな石ころも交えて まるで荒磯のように石だらけの道だった今はもうただ静かにたたえているだけのような海の水が昨夜はこの高い道路の石垣を乗り越えてこんな石まで打ち上げるほど荒れ狂ったのかと思うとその不思議な自然の力に驚き呆きれるばかりだった波は石を運び 風は家を倒し岬の村は全く大騒動の一夜であったのだ同じ二百頭かも岬の内と外ではこうも違うのかと思いながら先生は抱えた石をどしんと浜に投げすぐそばで慣れた仕草で石を蹴飛ばしている三年生の男の子に聞いた「死刑の時 いつもこんな風になるのはい。そしてみんなで石掃除するのはい。ちょうどそこを香川増野の母親が通りかかり、まあまあ先生、ご苦労でござんすな。でも今日はざっとにした方がよろしいですわ。どうせまた後ろなのかや2泊20日が控えとりますからな。 本村の方で料理屋と宿屋をしているマスノの母は我が子のいる三崎へ様子を見に来たということであったマスノが飛んできて母親の腰にかじりつき「お母さん恐ろしかったんでゆべうちごつげな音がしておばあさんにかじりついて寝たん朝起きたら羽つるべの竿が折れとったんで水が目が割れてしもたん」。 今朝聞いたことをマスノは繰り返して母に語っていたふんふんといちいちうなずいていたマスノの母親は半分は先生に向かって「岬じゃあ船が流されたり屋根がつぶれたりごっそり壁が落ちて家の中が見通しになった家もあると聞いたもんですからなびっくりしてきたんですけど鶴瓶のさおぐらいでよかったよかった」。 マスノの,の母親が言ってからマーちゃんごっそり壁が落ちたって誰の家マスノは抱えていた石を捨てるのを忘れたように得意の表情になって似たンとこよ先生壁が落ちて押入れん中ずぶ濡れになってしもた見に行ったら中が丸見えじゃったバーヤンが押入れん中でこないして 天井を見よった顔をしかめてバあやンの真似をしたので先生は思わずふき出したのである「押入れがまあ」そう言ったあとで笑いはこみ上げてきてコロコロと声に出てしまったなぜそんなに先生が笑い出すのか生徒たちにはわからなかったがスノは一人自分が先生を喜ばしたような気になって。 機嫌の良い顔をした。みんなはいつかよろず屋のそばまで来ていたよろず屋のおかみさんはすごいけんを顔に出して走り寄ってきて先生の前に立った肩で息をしながらすぐには物も言えないようだ急に笑いを消した先生はすぐお辞儀をしながら「あら失礼しましたしけで大変でしたなあ」。 今日は石ころ掃除のお手伝いをしていますのしかしおかみさんはまるで聞こえないような様子で「おなご先生あんた今何がおかしいって笑っうたんですか人が災難に遭うたのがそんなおかしいんですかうちのお父さんは屋根から落ちましたがそれもおかしいでしょう。みんごと大したけがはしませんなんだけど大怪けがでもしたらなおおかしいでしょう。 すみません、そんなつもりはちっとも。いいえそんなら何なで人の災難を笑うたんです。おていに道掃除などしてもらいますまい。とにかく私の家の前はほっといてもらいます。なんじゃ自分の自転車が走れんからやってるんじゃないかアホくさい。そんなら自分だけでやりゃよい。あとの方は独り言のようにつぶやきながら。 びっくりして二の句も告げないでいる先生を残してプリプリしながら引き返すと隣の川本大工のおかみさんにわざとらしい大声で話しかけた「あきれた人もあるもんじゃな人の災難を聞いてケラケラ笑う先生があろうか一つねじ込んできた」「やがてそれはまた尾ひれがついて村中に伝わってゆくに違いない。 じっとつったって2分間ほど考え込んでいた先生は心配そうに取りまいている生徒たちに気がつくと泣きそうな顔で笑ってしかし声だけは快活に「さあもうやめましょう」「小石先生失敗の巻きだ浜で歌でも歌おうか」くるっときびすを返して先に立った。 その口元は笑っているがポロンと涙をこぼしたのを子供たちが見逃すわけはない「先生が泣きおるよろずやのばあやんが泣かしたんど」そんなささやきが聞こえてあとはひっそりとぞうりの足音だけになった振り返って泣いてなんかいないよと。 笑ってみせようかと思ったとたんまた涙がこぼれそうになったので黙ったこの際笑うのはよくないとも思ったさっき笑ったのもよろずやのおかみさんが言うように人の災難を笑ったというよりも本当のところは益野の身振りがおかしくそれに続いて押し入れの連想は 1一学期のある日のニタを思い出して笑わせたのであった「天皇陛下はどこにいらっしゃいますか?」「はいはい」と手が上がった中で珍しくニタが刺され「はいニタ君ニタは体中から絞り出すような例の大声で「天皇陛下は押入れの中におります」あんまり奇抜な答えに 先生は涙を出して笑った先生だけでなく他の生徒も笑ったのだ笑いは教室を揺るがし学校の外まで響いていったほどだった「東京」「球場」などという声が聞こえても仁田はがての床ぬ顔をしていた「どうして押入れに天皇陛下がいるの?」。笑いが止まってから聞くと しょは少々自信をなくした声で「学校の押し入れん中に隠してあるんじゃないんかんや」それでわかったにたが言うのは天皇陛下の写真だったのだ法安殿のなかった学校では天皇陛下の写真は押し入れに鍵をかけてしまってあったのだにたの家の押し入れの壁が落ちたことは それを思い出させたたのであった若い女子先生は思い出すたびに笑わずにいられなかったのであるがそんな言い訳をよろず屋のおかみさんに聞いてももらえず黙って歩いた涙がこぼれている今でさえその話はおかしいしかしそのおかしさをよろず屋のおかみさんの言葉は差し引きして 釣りを取ったのである浜に出て歌でも歌わぬことには先生も生徒も気持ちのやり場がなかった浜に降りると先生はすぐ両手をタクトにして歌い出した「春は早から川辺の足に」慌て床屋である。 みんなが取りみせだしとこやでござる」「ちょっきんちょっきんちょっきんな」うたっているうちにみんなのきもちはいつのまにかはれてきていた「うさぎはおこるしかには恥じょかくししかたなくなくあなへとにげる」おしまいまでうたっているうちに。 失敗したカニの慌てぶりが自分たちの仲間ができたような面白さで思い出されいつかまた心から笑っている先生だった「この道だのちんちん千鳥だの」1学期中に覚えた歌をみんな歌いお山の大将で一休みになると生徒たちは天然に走り回りおとなしく先生を取り巻いているのは 1> 1年生の5 6人だけだけった手入れなどめったにしない乱れた髪の毛を後ろで団子にしている女の子もいるしイガグリが耳の上まで伸び放題の男の子もあった床屋のない村では学校のバリカンがひどく役に立ちそれは男先生の受け持ちだった髪の毛を団子にしている女の子の方は 女子先生が気を配って水銀軟膏を塗り込んでやらねばならない早速明日はそれをやろうと思いながら先生は立ち上がり「さあ日はこれでおしまい帰りましょう」。はたはたとスカートの膝を払い一足後ろに下がった途端、キャッと悲鳴を上げて倒れた。 落落とし穴に落ち込んだのだ。の一緒に悲鳴を上げた者ゲラゲラ笑いながら近寄ってくる者手をたたいて喜ぶ者驚いて声を呑んでいる者その騒ぎの中から先生はなかなか立ち上がろうとしなかった横なりにくの字に寝たまま 砂の上に髪の毛を直にくっつけている笑った者も,も手をたたいた者も,も黙り込んでしまった異様なものを感じたのだつぶった両の目から涙が流れているのを見ると山石早苗が急に泣き出したその泣き声に励まされでもしたように「大丈夫」と言いながらやっと歯身を起こした先生はそっと と穴の中の足を動かし怖いものに触るような様子で靴のボタンを外し右の足首に触れたと思うとそのまままた横になってしまった「もう起き上がろうとはしない」「やがて目をつぶったまま誰か男先生呼んできて女子先生が足の骨を折って」 アルカレンテ蜂の巣をつついたような大騒ぎになった大きな子供たちがドタバタ駆け出していった後で女の子はわあわあ泣き出したまるで半笑でも鳴り出したように村中の人が飛び出してみんなそこへ駆けつけてきた真っ先に来た竹一の父親はうつむいて寝ている女子先生に近寄って 砂の上に膝をつき「どうしました先生」と覗き込んだしかし先生は顔をしかめたまま物が言えないらしい子供たちから聞かされて足のけがだとわかると少し安心した様子でくじいたんでしょうどれどれ足元の方に回り靴を脱がせにかかると先生は「うっ」と声を出して。 まますます顔をしかめた靴の跡をくっきりとつけて先生の足首は2倍もの太さになったかと思うほど腫れていた血は出ていなかった「冷やすとよかろうがな」もう大勢集まっている人たちに言うと徳田吉次のお父っつぁんが急いで汚れた腰の手ぬぐいを塩水に濡らしてきた。 痛いい、んですかいひどく。駆けつけた男先生に聞かれて女子先生は黙ってうなずいた「歩けそうにないですかい?」またうなずいた「いっぺん立ってみたら」黙っている西口美佐子の家から美佐子の母親がうどん粉と卵を練ったはり薬を 布に伸ばしてて持ってきた「骨は折れとらんと思いますが早く医者にかかるかもみ領事した方がよろしいで」「もみ医者なら中町の草加がよかろう骨継ぎもするし草加より橋本外科の方がそりゃあよかろう」「口々にいろんなことを言ったが何をどうするにも 三崎の村では外科の医者ももみ漁師もなかったたった一つはっきりしていることはどうしても先生は歩けないということだったあれこれ相談の結果船で中町まで連れて行くことになった漁師の森岡忠の家の船で壁子鶴のお父さんと竹一の兄が漕いで行くことに話が決まった 男先生はついてゆくことになりおなご先生をおんぶして船に乗った座らせたりおぶったり寝かせたりするたびにおなご先生の我慢した口から思わずうなり声が出た船が渚を離れ出すとわーっと女の子の泣き声が固まって飛んできた「先生!」。 お先生声を限りに叫ぶ者もいる小石先生は身動きもできず目をつぶったまま黙ってその声に送られた「先生」声は次第に遠ざかり船は入り海の真ん中に出た朝 魔法の橋を架けた海を先生は今痛さをこらえながら帰ってゆく、3. 米ゴンゴー豆一生10日過ぎても半月たっても女子先生は姿を見せなかった。 職員室の外の壁に持たせてある自転車にほこりがたまり子供たちはそれを取り巻いてしょんぼりしていた「もう小石先生は来ないのではないかと考えるものもあった本校通いの生徒にしてもそうだ先生の自転車がどれほど毎日の励みになっていたか命名が 長い道中どれほど小石先生の姿を待っていたか小石先生に会わなくなってからそう思った村の人にしても同じだった誰がどうというのではなく不当につらく当たっていたことをひそかに悔いているようだったなぜなら小石先生の評判が急に良くなったのだあの先生ほど 初めから子供に受けた先生はこれまでになかったろうな。はよう治ってもらわんと困る。岬の子供が先生をチンバにしててなことになると困るもん。あとへ来てがなかったりするとなお困る。チンバになんぞならにゃええがな。若いみそらでチンバじゃ治ってもかように困るじゃろうな。 こんな風うに女子先生の噂をした。どうしてももう一度三崎の学校へ来てもらいたい気持ちが含まれていた。来てもらわないと本当に困るのだ。直接に最も困ったのは男先生だった。小さな村の小学校では、消化は一週一度だった。その一時間を男先生は持て余したのだ。 女子先生が休みだしてから初めのうちは習った歌を合唱させたり上手らしい子供に読唱させたりしたそうして一月ほどは済んだがいつまでもごまかすわけにもゆかずそこで男先生はとうとうオルガンの稽古を始めそのために汗を流した先生は声を上げて歌うのである 「ひひひふみみみいいいむい」「どどどれみみみそそそらそ」と発音するところを年寄りの男先生は「ひひひふみみみ」というそれは昔男先生が小学校の時に習ったものであった「みみみみふふふ」 ひひふみひしょうかは土曜日の3時間目と決まっている嬉しく楽しく歌って別れて日曜日を迎えるという寸法の時間割であったのが子供にとっても先生にとっても急に面白くない土曜日の3時間目になってしまった男先生にとってはなおのことである木曜日頃になると もう男先生は土曜日の3時間目が気になりだしそのために急に気短になってちょっとのことで生徒に当たり散らした脇見をしたといっては叱りつけ忘れ物をしてきた生徒を後ろに立たせた男先生この頃怒りばっかりするようになったなすかんようになったなどうしたんじゃろうな子供たちが不思議があるそのわけを 一番よく知っている男先生の奥さんは密かに心配してそれとなく男先生を助けようとした金曜日の夜になると奥さんは内職のバッカンさなだわらをサナダひもに編んだものをやめてオルガンのそばに立ち先生を励ました私が生徒になりますわうんなってくれ。 豆ランプがチロチロ揺らぎながらオルガンと二人の年寄り夫婦の姿を照らしているところはもしも女の子がこれを見たら震え上がりそうな光景である闇と光の工作の中で先生と奥さんは歌い交わしていた「ひひひふみみみいいむい」お奥さんだけが歌い それにオルガンの調子が合うまでにはだいぶ夜もふけた村はもう一軒残らず寝静まっていることでかえって気兼ねでもしているように奥さんは豆ランプを消してから足探りで部屋に戻りながら「ほう」とため息をしひそやかに話しかけた「なご先生もえらい苦労かけますな」うん。 ししかし向こうにすりゃもっと苦労じゃろうて。そうですともあんたのオルガンどころじゃありませんわ。足一本折られたんですもん。もしかしたら大石先生はもう戻ってこんかもしれんぞ。先生よりもあの母親のほうがえらい剣幕だったもんな。かけがえのない娘ですさかい二度と再び。 そんな昭和ルの村へはもうやりとうありません言うてなそうでしょうなしかし来られんなら来られんで代わりの先生が来てくれんと困りますな人に聞かれたら困るとでも言うように内緒声で言って恨めしそうにちらりと海の向こうを見た一本松の村も静かに眠っているらしく 星屑のような遠い火がかすかに瞬いているこんな夜更けにこんな苦労をしているのは自分たちだけだと思うとお子先生が恨めしかったあれ以来奥さんもまた一役買って四年生五人の裁縫を受け持っていたのだしかし雑巾差しの裁縫はちっとも苦労ではなかった まるで手まりでもかがるように丁寧に刺すのを1時間の間代わる代わるに見てやればそれで済むだが消化だけは何としてもオルガンが難しいオルガンは裁縫するようには手が動かないからだそれを一生懸命引きこなそうとする男先生の勉強ぶりは奥さんにとっては神々しいようでさえあった。 10月だというのに男先生はたらたら汗を流していた外へ聞こえるのをはばかって教室の窓はいつも閉めてあったから汗は余計流れた先生ならばオルガンぐらい弾けるのが当たり前なのだが何しろ小学校を出たきり努力一つで教師になった男先生としては何よりもオルガンが苦手であった。 田舎のこととて、どこの学校にも音楽専任の先生はいなかった。どの先生も自分の受け持ちの生徒に体操も唱歌も教えねばならないそんなことも嫌で自分から頼んでこんな偏僻なな岬へ来たのであったのに今になってオルガンの前で汗を流すなどオルガンを叩きつけたいほど腹が立った。 しかし今夜はそうではなかった。奥さん一人の生徒にしろ弾き手と歌い手の調子が合うところまで行ったのだ。そんなわけで男先生の方は割とご機嫌だった。そこで奥さんに向かって少し鼻を高くした。俺だって弾く気になればオルガンぐらいすぐ弾けるんだよ。奥さんも素直にうなずいた。 そうですともそうですとも大石先生が休みだしてから明日は6回目ぐらいの昇華の時間になる男先生にとっては明日の昇華の時間が楽しみにさえなってきたきっと生徒がびっくりするぞそうですね男先生もオルガンが弾けると思うて見直すでしょうねそうだよ 一つちゃんとした歌を教えるのも必要だからな。大石先生としたらアホらしくもない歌ばっかり教えとるからな。ちんちん千鳥だことのちょっきんちょっきんちょっきんなだことのまるで盆踊りの歌見たようなやおい歌ばっかりでないか。それでも子供は喜んどりますわ。ふん、しかし女の子ならそれもよかろうが、 男の子にはふさわしからぬ歌だな。ここらで一つわしが大和と魂をふるい起こすような歌を教えるのも必要だろう生徒は女ばっかりでないんだからな奥さんの前で胸を張るようにしてことのついでのように今のさっきまで二人で稽古をしたしょうかを歌った「ちんびきのいわはおんもかわらず」。 し人が聞いたら気違いと思う奥さんはびっくりして手を振ったそしていよいよあくる日消化の時間が来ても生徒はノロノロと教室に入ったどうせ今日もまたオルガンなしに歌わされるのだと思って運ぶ足も軽くなかったのだろう小石先生だと土曜日の2時間目が終わると そのまま一人教室に残ってオルガンを鳴らしていたし3時間目の番組が鳴るとともに行進曲に変わりみんなの足取りを一人でに浮き立たせて自然に教室へ導いていたどんなにそれが楽しかったことかみんな心のどこかにそれを知っていた口では言えないそれは嬉しさであっただから小石先生が来なくなった今 口では言えない物足りなさがみんなの心のどっかにあったそれを気づくというほどでなくみんなには気づいていたのだ「先生は聞き役しとるからみんな好きな歌歌え」「オルガンなど見向きもせずに男先生はそう言うのだ歌えと言われてもオルガンがならぬと」 歌はすぐには出てこなかった。出てきても調子パズレだったりする。ところが今日は少し違う。教室に入ると男先生はもうオルガンの前にちゃんと腰掛けて待っていた。女子先生とは少し調子が違うが、ブブーっとお辞儀の合図もなった。みんなの顔に親という色が見えた。 2枚の黒板にはいつも女子先生がしていたように右側には楽譜が左側には今日習う歌が縦書きに書かれていた「ちびきの岩」「ちびきの岩は重からず」「国家に尽くす義は重し」「事あるその日敵あるその日」「振り来る矢玉のただ中を」 「つくせや男んの本文を」「石神を」「漢字には全部ふりがなが打ってある」「男先生はオルガンの前から教壇に来ていつもの授業の時のようにひっくだけの棒の先で一語一語を指し示しながらこの歌の意味を説明し始めた」 まるで終身の時間のようだった。いくら繰り返して、この歌の深い意味を説き、聞かしても飲み込める。子供は幾人もいなかった。1年生が真っ先に2年生が続いて、ガヤ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 。3年生と4年生の中にもこそ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 ,こそささやき声が起こった。と突然。 ピシッとひっちくだけが鳴った教壇の上の机を激しく叩いたのである途端にざわめきはやみ鳩のような目が一斉に男先生の顔を見つめた男先生は厳しくしかし一種の優しさを込めて「大石先生はまだ当分学校へ出られんちゅうことだから」。 これから男先生がしょも教える。よく覚えるように。そう言ったかと思うと、オルガンの方へ行き、うつむき込んでしまった。まるでそれを恥ずかしがってでもいるように見えた。しかもその姿勢で男先生は歌い出したのである。ひひひふみみみ、いいむい。 はい。生徒たちは急に笑い出してしまったドレミ派を男先生は昔流に歌ったのであるしかしいくら笑われても今さらドレミ派にして歌う自信が男先生にはなかったそこでとうとう「ひふみよいむなひドレミの音階」から始めて男先生流に教えた。 そうなるとなったで、生徒たちはすっかり喜んだ。ミミミミフフフフヒヒフミヒフ,フフフフヒミイ,イ,イムイミこれではまるできちがいが笑ったり怒ったりしているようだ。たちまち覚えてしまって、その日から大流行りになってしまった。誰一人 そのう活発な歌詞を歌って男先生の意図に沿おうとするものはなく「イームイーミ,ーミー」と歌うのだったそれからまた何度目かの土曜日「やっぱりちびきの岩」を歌わされての帰り道であった一年生の香川すのはませた口ぶりで一緒に歩いていた山石早苗にささやいた。 男先生の商家本すかんやっぱりおなご先生の歌の方が好きじゃそう言ってからすぐおなご先生に教わったのを歌い出した「山のカラスが持ってきた」「早苗もこつるも一緒に続けて歌った」「赤い小さな浄袋」 お昼きりの1年生の女の子ばかりが固まっていたおなご先生、いつになったら来るんじゃろうな増すのの目が一本松の方へ向くとそれに誘われてみんなの目が一本松の村へ注がれたおなご先生の顔見みたいなそういったのはコツやんの壁コこつるである。 通りかかった孫貴の岡田磯吉とキッチンの徳田吉次が仲間に入ってきて口真似で「お子先生の顔お見たいないつしかそれは実感になってしまったらしく立ち止まって一緒に一本松の方を見たお子先生入院しとるんど孫貴が聞いたことを聞いた通りに言うと。 コツヤンが横取りして入院したのは初めのことじゃもう退院したんどうちのおとっつぁん昨日道で先生に会うた言ったもんそれでこつるは誰よりも先に顔が見たいと思いついたらしいちりりん屋の彼女の父親は船と陸と両方の便利屋だった 昨日は第八車を引いて町まで行ったのである。少なくも一日おきぐらいに入江を取り巻く町や村を頼まれた用田市でぐるぐる回ってくるちりりん屋は船や車にいろんな噂話も一緒に積み込んで戻ってきた。大石先生の怪我がアキレス腱が切れたということも23か月はよく歩けまいということも。 それらはみんな腰に鈴をつけて歩き回っているちりりん屋が聞いてきたものだったそんならもうすぐに先生来るかしらはよ来るとええけんどな早苗が目を輝かすとこつるはまたそれを横取りして「来られるもんかまだ足が立たんのに」そしてこつるは少し調子に乗って。 お先生くへ行ってみるかみんなで行っておいてぐるっと一人一人の顔を見回した竹一もんこの森岡正も仁たもいつの間にか仲間入りしていたしかし誰一人すぐには小鶴の思いつきに賛成するものはなかったただ黙って一本松の方を見ているのは そこまでの距離が自分たちの計算では見当がつかなかったからだ片道8キロ大人の言葉でニ里という道のりは1年生の足の経験では計り知れなかった途方もない遠さであり海の上からは一瞬で見渡す近さでもある ただ氏神様より遠いということは少し怖かった。彼らはまだ誰一人一本松まで歩いて行ったものがないのだ。その途中にある本村の氏神様へは毎年の祭りに歩いたり船に乗ったりして行くのだがそこから先がどのくらいなのか誰も知らない。たったたっ一人似たが、 ついこだ一本松より一つ先の町へ行ったことがあるしかしそれは氏神様の下からバスに乗って一本松のそばを通ったというだけのことだったそれでもみんなはニタを取りまいた「ニタ氏神様から一本松まで何時間ぐらいかかった?」するとニタは得意になって。 青花をすすりもせずに、氏神様からならすぐじゃった。バスがなブブーってラッパ鳴らしよって一本松のとこ突っ走ったもん。饅頭1つ食うてしまわん。うちじゃったど。どうせつけ？まんじゅう1つなら一分間で食えら。竹内がそう言うと、川本松江が西口美佐子になあと。 同意を求めながらなんぼバスがはようても1分間のはずがないわなあみんなの反対に会うとニタはむきになりそうやって僕くうじがのとこで食いかけたまんじゅうがバスを降りてもまだちゃんと手に持っとったもんほんまかほんまじゃ指切りじゃ来いよし指切りするがい。 それでみんなは安心をしたニタが生まれて初めて乗ったバスの珍しさにまんじゅうを食べるのも忘れて運転手の手元を見ていたなど誰も考えなかったただともかくもニタだけがバスに乗ったことと一本松のまだ次の町で降りるまでまんじゅう一つを食べる間がなかったこととこの二つから割り出して 宇治神様から一本松までの遠さを大したことではないと思ったたとえ自転車に乗ってとはいえおナゴ先生は毎日あんなに朝早く一本松から通っていたではないかとそんなことも遠さとしてより近さとしてみんなの頭に浮かんだらしいそんな気持ちの動いている時に 対岸の海沿い道にバスが走っているのが見えたからたまらない小さく小さく見えるバスはまったくあっというほどの間に走って林の中へ姿を消したああ生きたマスノがトンキョウに叫んだなんということなく男の子にさえ力を持っているマスノの一声である。 行やうん行こう,や、うん、行こうただしと竹市が賛成した行こう行こう走って行って走って戻ろうそうじゃそうじゃ小鶴と松江がとびとびして勇み立った黙っているのは早苗と片桐琴絵だけである早苗は持ち前の無口からであったが琴絵の方は複雑な顔をしていた 家のことを思い出していたのであろうことやんいかんのこつるが咎め立てるように言うとことやんはますます不安な表情になりおばんに通ってからその小さな声には自信がなかった1年生のことえを頭に5人兄弟の彼女は背中にいつも子供のいないことがなかった 数え年5つぐらいから彼女は子守役を引き受けさせられていたのだ家へ帰って相談すればとても許される見込みはなかったそしてまたそれは早苗やまつえや小鶴も同じであったみんなしゅんとして顔を見合った数え年10歳になるまでは遊んでもよいというのが 昔からの子どもの掟のようになっていたが遊ぶといってもそれは本当に自由に遊ぶのではなくいつも弟や妹を連れたり赤ん坊をおんぶしての上でのことだった本当に好き勝手に遊んでよいのは一人っ子の益ノとミサ子だけだとえの一言はみんなにそれを思い出させたが しかし思いとどまることはできない空気だった飯食べたらそーっと抜け出してこいやこつるが乗りかかった船だとでもいうようにみんなをけしかけたそうじゃみんなうちの人に言うたらいかしてくれんかもしれんだまっていこうや竹市が知恵をめぐらしてそう決断したこうなるともう 誰一人反対するものはなく秘密で出かけることがかえってみんなをウキウキさせたそーっと抜け出してなハトの上ぐらいから一緒になろうただしがそういうと総水閣の増すのマスノは一層細かく頭を使いハトの上はよろずやのバーヤーに見つかるとうるさいからやぶのとこぐらいにしようやそれがえい みんな畑の道通って抜けていこうめいめい急に忙しくなったほんまに走って行って走って戻らんかな念を押したのはことえであるみんなが走って帰ってゆくあとからことえは考え考え歩いたどう考えても黙って抜け出す工夫はないように思えた 自分だけはやめようか。しかしそれはできない。そんなことをしたら明日から誰も遊んでくれないかもしれぬと思った。のけ者になるのは嫌だ。黙って抜け出せたとしても後でおばんやお母さんに叱られるのも嫌だ。赤ん坊なんぞなければよかった。そう思うと、 いつもはかわいい赤ん坊のたけしの顔が憎らしくなり一日ぐらいほったらかしたくなった彼女の足は急に後戻りをし畑の方へ歩いていったやぶが見えだすと走った誰かに見つかりそうでドキドキした2時間後のことである。 子供について真っ先に心配しだしたのは琴恵のおばんであった腹も減ろうのに何こそしおるやら初めは独り言を言った戻ればたけしを琴恵の背中にくくりつけておいておばんは畑へ二番捧さげを積みに行く手はずになっているのに琴恵は帰らないのだ学校へ見に行ったところで 今頃いるはずもないと思い赤ん坊と弱い品もを持って一番仲良しの早苗のところへのぞきに行ったてっきりそこで遊びほうけていると思ったのだこんにちはうちのことは来とらんかいのもちろんいるわけがないそれどころか早苗もまだ帰らないというのだ帰りに公人様をのぞいてみたが 杉の木陰に遊んでいたのは琴恵より少し大きい子や小さい子ばかりだった。誰にともなく大声で「お前らうちのこと知らんかいの知らんでいっぺんも今日はみんで。早苗さんこと違うか?」。いろんな返事が矢継ぎばやに飛んできた。 それは皆腹の立つ返事ばかりだったしょうのないやつじゃほんまに見つけたらすぐ戻れいよったと言うておくれおばんはひょいと投げるようにして赤ん坊を背中にやりまだ分かりもしない赤ん坊に話しかけたねえやんはどこへうせやがったんじゃろうなことのやつめ 戻ってきたらどやしつけてやらんならんしかし昼飯もまだなのを思うと少し心配になった心配しいしい土まで草履を作っていると川本大工のおかみさんが気ぜわしそうな足取りでやってきた「こんにちはええー、お天気でうちの松を見に来たんじゃけんど見えんなあ」。 それを聞ことえのおばんはぞうりりの手を置いてまっちゃんもかいな昼飯もたべんとどこをほっつき歩きよんのかしらん。うちの松は昼飯は食べに戻ったがいな箸置いてようありげに立っていってすぐ戻るかと思いや戻ってきやせん。ことえのおばんは急に心配になってきた。 もう造りどころでなかった。大工のおかみさんが探してくると言って帰った後も心配はだんだん広がってくるばかりだった出たり入ったり立ったり座ったり落ち着かなかった「無理もない遊びたい盛りじゃもん毎日こもりばっかりじゃ謀反も起こしたかろう」。ポトンと涙が落ちた。 その涙でかすんだ目に小さい時からこもりばかりさせたためかでっちりになってしまった幼いことへのかわいそうな姿が浮かんできて消えなかったそれにしてもどこで何をしているのかしらん今日は若いもんまでが遅いなあ外に出て沖を眺めた。 漁に出ていることへの両親たちの帰りまでが今日は特別遅いようにお晩には思えたまだ戻ってこんか大工のおかみさんの3度目の声がかかるまでに小鶴の姉と早苗の弟と藤子の母親とがめいめいの家の娘を案じて見に来た間もなく1年生の全部がいないと分かり やがて本校帰りの生徒の一人が八幡堂という文房具屋のそばでみんなを見かけたというのを聞いてやっと心配は半分になったそれだけに噂は村中に広がり天んでに勝手なことを言い合った「芝居が来た」と言うから言ったんじゃないかな税にもないのにどうして上りや看板でも口開けてみおるかもしれん。 子供っちゃものきなことやのう。一年生の家の者も今は半分笑顔で話し合った。今腹減らして足に豆こしらえて戻ってくるわいの。どんな顔して戻ってくるかしらんアホくらいが。戻ったら怒ったもんかいのう怒らん方がよかろうか。褒めるわけにゃいくまいがのう。 こんなのんきそうなことが言えたのも孫樹の兄や仁田や藤子の父親たちが迎えに出向いた安心からであったそれにしても誰一人大石先生を思い出さなかったとは何としたうかつさだったろう3人の出迎え人は本村に差し掛かると「これは?」と思う人に行き合うたびに尋ねた ちょっとお尋ねですがなお昼過ぎごろに7 8つぐらいの子供らが10人ほど通ったのを見ませなんだかいな同じことを何遍繰り返したろうそこで子供たちはどうしていたろうやぶの上へ真っ先に着いたのは言うまでもなくことえだったことえはそこで草むらに学校の包みを隠してみんなを待った 吉次と孫樹が先を争うように走ってきた続いて竹一と正と一番遅れてきたのは藤子と仁田であった仁田は用心深くシャツやズボンの4つのポケットを空豆の一たので膨らましていた家にあっただけみんな持ってきたのだというそれを気前よくみんなに少しずつ分けてやりながら一番嬉しそうな顔をしていた ポリポリマメをかみながら一行は出発した「おなご先生びっくりするど。おお喜ぶど。ことえ一人は先頭に立ってみんなを振り返った走って行って走って帰るはずなのに誰も彼ものんびりと歩いていると思った「行けばわかるのに」 みんな口々に女子先生のことばかり言っている。おなご先生、ちんば引いて歩くんど。おなご先生の足、まだ痛いんかしらん？そりゃ痛いからちんば引くんじゃないか？すると孫機はちょこちょこと前に進みなあ。みんなアキレスはここじゃどう？この太い筋が切れたんど？ 自分のアキレス腱の辺りをさすってみせこんなとこが切れたんじゃもんいとうのうてようやくみんなの足は速くなっていった子供たちだけでこの道を歩くのは初めてだった山ひだを一つ過ぎるごとに新しい眺めが現れて飽きなかった岬を横切り入り海沿いの道にかかると 一本松の村は斜め後ろに遠のくそれだけ近くなっているのが嘘のような気がして心細くなったが誰も口には出さないやがてはるか彼方に本校帰りの生徒の塊が見えたみんなはっとして顔を見合わせた「隠れ隠れ大急ぎで」増野のの一声は後の11人を猿のようにすばしこくさせ 茅山の中へ走り込ませた。ガサガサッと音がして茅が揺れた。じっとして、音さしたらいかん。マスノが薄い唇を反らして、少しつった切れ長の目に物を言わせると、竹内や忠までが声も体も潜めてしまった。みんなの背の倍もありそうな笹ヶ谷の山は、十二人の子供を隠して、 ささやさやとなったしかし気づかれずに大きな生徒たちをやり過ごせたのは実に増野の起点であった彼女に睨まれるとみんなは猫のようにおとなしくなるのだ岬の道を出ていよいよ本村に入る頃からみんなは自然と小声にしゃべっていた一本松の村までには いくつかの町や村のたくさんの部落があった大小のその村々を過ぎては迎え過ぎてはまた迎え飽きるほどそれを繰り返しても一本松はなかなか来なかった岬の村から見ればあんなに近かった一本松目の前に見えていた一本松それが今は姿さえも見せない。 8キロ、大人の言う2里の遠さを足の裏から感じ出してだんだん黙り込んでいった行き合う人の顔も見覚えがなかったまるで遠い国へ来たような心細さがみんなの胸の中にだんだん重しのように沈んでいくもう一つ花を回れば 一本松は目の前に眺められることを誰も知らないのだ。聞いても拉致のあかぬ仁田に聞くことももう諦めてしまってただ前へ前へと一足でも進むよりほかなかった。竹一と美佐子は真っ先に草履を切らし切れぬ片方を美佐子にやって竹一は裸足になっていた。 ももただしも怪しかった誰も一銭も持っていないのだ草履は帰るわけがない裸足で帰らねばならないだろうことは歩いてきた道の遠さと考え合わせて草履の切れかけた者の,の気持ちは余計惨めだった突然琴恵が泣き出してしまった。 昼飯抜きの彼女は疲れ方もまた早かったろうし我慢できなくなったのだろう道端にしゃがんで「えんえん」と声を出して泣いたすると美佐子と藤子が誘われてシクシクやりだしたみんなは立ち止まってポカンとした顔で泣いている三人を見ていた自分たちも泣きたいほどなのだ 元気づけてやる言葉など出てこなかった。きびすを返せばよいのだ。もう帰ろうやと誰かが言えばよいのだ。しかし誰もそれさえ言い出す力がなかった。マスのやこつるさえ困惑の色を浮かべていた。彼女たちにしても泣き出したかったのだ。 ししかか泣けなかった。いっそみんなで泣き出せばどこからか救いの手が述べられるだろうがそれにも気がつかなかった初秋の空は晴れ渡って午後の日差しはこの幼い一段を白く乾いた道の真ん中に異様さを見せて後ろから照らしていた家へ帰りたい気持ちは自然に現れて 知らず知らず歩いてきた道の方を向いて立っていたのであるその前方から警笛とともに銀色の乗り合いバスが走ってきた瞬間12人は一つの気持ちに結ばれ狭い道端の草むらの中に一列によけてバスを迎えたことえさえももう泣いてはいず 一心にバスを見守っていたもうもうと煙のように白い砂ぼこりを立ててバスは目の前を通り過ぎようとした。とその窓から思いがけぬ顔が見え「あらあら」と言ったと思うとバスは走り抜けた「大石先生なのだ」「うわ!」 思わず道へ飛び出すと歓声を上げながらバスの跡を追って走った新しい力がどこから湧いたのかみんなの足は速かった先生おなご先生途中でバスが止まりおなご先生を降ろすとまた走っていった松葉杖に寄りかかって みんなを待っていた。先生はそばまで来るのを待たずに大きな声で言った。どうしたの？一体。走り寄ってその手にすがりつきもならず、懐かしさと一種の恐ろしさにそばまで行けず、立ち止まったものもあった。先生の顔を見に来た。遠かった。 ニタが唇を切ったので、それでみんなも口々に言い出した。みんなで約束して黙ってきた。な、一本松がなかなかこんのでことやんが泣き出したところじゃった。先生、一本松どこ？まだまだ？足まだ痛いん？笑っている先生の方を。 涙が止めどなく流れていた何のことはない一本松も先生の家もすぐそこだとわかるとまた歓声が上がったホタテ一本松なかなかじゃったもんなもういのかと思ったぐらい遠かったな松葉杖を取り巻いて歩きながら先生の家へ行くと先生のお母さんもすっ かり驚いて急にてんてこまいになったかまどの下をたきつけるやら何度も外に走り出すやらそうして1時間ほども先生の家にいただろうかその間にきつねうどんをごちそうになりおかわりまでする者も,もいた先生は喜んで記念の写真を撮ろうと言い近所の写真屋さんを頼んで 一本松まで出かけたもっとみんなの顔を見ていたいけどもうすぐ日が暮れるからねうちの人、心配してるわよ帰りたがらぬ子供らをなだめてやっと船に乗せたのは4時を過ぎていた短い秋の日は傾いてみさの村は何事もなかったかのように 夕暮れの色の中に包まれようとしていた「さようならさようなら」松葉杖で浜に立って見送っている先生に船の上からは絶え間なく声がかかった3人の大人たちが町から村を探し回っている時12人の子供は 思いがけぬ道を通って村へ戻った「わーいやーい!」時ならぬ沖合からの叫びに岬の村の人たちはどぎもを抜かれたのである叱っては見ても結局は大笑いになって大石先生の人気は上がったその翌々日チりリ,リン屋の大八車には 珍しい荷物が積み込まれた。あんまり細かいのでちりりん屋はそれをりんごの空き箱にまとめて村を出て行ったみちみちいろんな用たしをしながら一本松まで来るとりんごの箱をそのまま担いで歩き出した腰の鈴がりりんりりんと足をかわすごとになり続けやがてりっとなり止んだのが 大石先生の家の縁先である。チリリンやのりの音は、どこかから何かが届けられる時の挨拶である。言い訳はあまり必要でなかった。はーい、米ゴンゴーの豆一生。こいつは軽いぞ煮干しかな。ほいもう一つ、米一生の豆ゴンゴー 小さな袋をいくつも取り出して縁側の板の間に積み重ねた袋には名前が書いてあるそれは皆義理がたい岬の村から大石先生への見舞いの米や豆だった4別れ 写真ができてきてた一本松を背景にして松葉杖に寄りかかった先生を12人の子どもたちが立ったりしゃがんだりして取りまいている磯吉武市松江美佐子升野順々に見ていって仁田のところへ来ると思わず吹き出した。 あんまりニたが気張りすぎているからだった詰めている呼吸が今にもうーっと漏れてうなり出しそうに硬くなっている「気をつけ」のその姿勢は誰が見たって笑わずにいられるものではなかったマスノとミサコのほかは生まれて初めて写真を撮ったということでだいたいみんな硬くなっている。 その中で仁田と吉次は特別であった仁田とは反対に身をすくめ顔を背けおまけに目をつぶっている吉次は普段の正気さをそのまま映し出されているようでかわいそうにさえ思えた「かわいそうにキッチン怖かったんだろう写真機の中から何が飛び出すかと思ったんだろう」 一人写真を眺めて笑っているところへ本校の校長先生が来たその声を聞くと今度は大石先生の方が「思わず気をつけ」のようになって玄関に出ていった松葉杖は離れていたがまだまだびっこの歩きぶりを見ると校長先生はちょっと眉を寄せ気の毒ががった顔で見ていた。 ひどい目に遭いましたな。は、でもずいぶんよくなりました。痛いですか、まだ。返事に困って答えられないでいると、校長先生が最速に来たとでも思ったらしく、お母さんが代わって答えた。いつまでもご迷惑をかけましてすみません。もう随分楽になったようですけど、 何しろ自転車に乗れないものですからいつまでもグズグズしておりましてはいしかし校長先生の方はそんなつもりではなく見舞いがてら吉報を持ってきたのであった友人の娘である大石先生のことも今日は名前で呼んで「久子さんも片足犠牲にしたんだから」。 岬勤めはもうよいでしょう。本校へ戻ってもらうことにしたんじゃがなその足じゃ本校へもまだ出られんでしょうな。お母さんは急に涙ぐんで「それはまあ」と言ったぎりしばらく後が出なかった。思いがけない喜びであり急には礼の言葉も出てこなかったのだ。 それをごまかしでもするようにさっきからやっぱり黙っている娘の大石先生に気がつくとひひささここ、なんですぼんやりして、お礼を言いいなさいよ。しかし大石先生としてはせっかくのこの校長先生のはからいがあんまりうれしくなかったのだこれがもし半年前のことならば 飛び飛びして喜んだろうが今ではもうそう簡単にいかない事情が生まれてきていただから口をついて出た言葉はお礼ではなかった「あのもうそのこと決まったんでしょうか後任の先生のこともまるでそれはとんでもないと言わぬばかりの口調である決まりました昨日の職員会議で」。 「いけませんかい。いけないなんてそれはそんなことを言う権利はありませんけどでも私やっぱり困ったわそこにお母さんでもいたら大石先生はしかりつけられたかもしれぬしかしお母さんは茶菓子でも買いに行ったらしく出て行った後だった校長先生はニコニコ笑って 何が困るんですかあの生徒と約束したんですまたみさへ戻るってこりゃ驚いたしかしどうして通いますかねお母さんのお話だと当分自転車にも乗れんということだったのでそう計らったんですがねもう言いようがなかった。 すると三咲の村が一層懐かしくなり思わず未練がましく言った「後任の先生はどなたでしょう後藤先生ですあらお気の毒と言いそうになって慌ててやめた後藤先生こそどうして通うだろうと案じられたのだ」「もうすぐ四十で」 しかも晩婚の後藤先生には血のみ語があった自分よりは少し岬へ近い村の人とはいえ一里半6キロはあるであろう岬へ寒さに向かってどうして通うだろうかと思うとその気の毒さと自分の心残りとがごっちゃになって急に眉を上げたでは校長先生こうしていただけませんでしょうか 私の足がすっかり治りましたらいつでも変わりますからそれまで後藤先生にお願いすることにしていかにも良い思いつきだと思ったのだが校長先生の返事は思いがけなかった「ぎりがたいことを言うなあ久子さんあんたが備えに気を使わんでもちょうどよかったんだから」。 後藤先生は進んでみさを希望したんだからあらどうしてですのいろいろあってね老朽で来年はやめてもらう番になっていたところをみさへ行けば3年ぐらい伸びるからねそう言ったら喜んで承知しましたよ。まあ老朽 !?38 や9で老朽とは まだ血のみごを抱えている女が老朽とは呆れたような顔をして言葉を切ったお石先生をいつの間にか外から帰ってきたお母さんは果物など持った盆を差し出しながら娘の無遠慮さに気が気でなく「久子んですかせっかくの校長先生のご厚意にろくろくお礼も言わないで黙って聞いてりゃさっきからお前 へそ曲がりなことばっかり言うてそして校長先生の前に手をつき「どうも本当に私が行き届きませんでなつい一人っ子で甘えさせたらしく失礼なことばっかり申しましてこれでも学校のことだけはあなた寝ても覚めても考えとりますふうで早く出たい出たいと申しとりましたんです。 おかげさまで本校の方に変わらせていただけましたから、もう10日もしたらバスに乗って通えると思います。こんな気ままものですけど、どうぞもうよろしゅうお願いいたします。娘に言わせたいことを一人で並べ立てて、何度もペコペコ頭を下げた。そしてそれとなく目顔で合図をしたが、 大石先生はそ知らぬ顔でまだ後藤先生にこだわっていたそれでもう後藤先生は三崎へ通ってるんでしょうか校長先生もまたこの少し風変わりの天の尺みたいな娘を相手にして面白がっている様子でそいつはまだですがねなんならもう一度職員会議を開いて取り消してもよろしい。 後藤先生はがっかりするでしょうがなお母さん一人は気をもみ続けハラハラしていたそのお母さんに向かって校長先生は「大石君に似たとこがありますな一徹孤じなところ何しろ彼は小学校でストライキをやったんだから前代未聞ですよあはは と笑ったその話は前にも聞いたことがあった何でも小学校4年生の父が受け持ちの先生に誤解されたことを怒って給油をそそのかして一日ストをやったというのだ同級生だった校長先生も同情してみんなで一緒に村役場へ押しかけて行って先生を取り替えてくれと言ったのだという。 今年の春就職を頼みに行った時初めて父の少年時代のことを聞いて母と子は一緒に笑ったのであるただ思い出話として笑って語られる父のことが今の大石先生には不思議と真面目に響いた校長先生が帰った後も一人で考え込んでいる大石先生をお母さんはいたわるように。 でもまあよかったではないか久子しかし大石先生は黙っていたそして晩のご飯もいつもより食べなかった夜遅くまで考え続けたあげくやっとお母さんに言ったよかったのかもしれないわ私にも後藤先生にもそれは よかったでないかひさ子」と言われてから4時間も後のことであったお母さんはほっとした顔で「そうともそうともお前万事都合よく言ったというものよ久子」すると先生はまたややしばらく考えてからはっきり言った「そんなこと絶対にないわ」 万事都合なんかよくならない少なくとも後藤先生のためにはよだって老朽なんて失礼よこの娘は気が立っているのだというふうにお母さんはもうそれに逆らおうとはしないで優しく言ったとにかくもう寝ようでないのだいぶ老けたようじゃその翌朝 思い立った大石先生は三崎の村へ船で出かけた船頭は小鶴の父親と同じく渡し船をしたり車を引いたりするのが都政の一本松の村のちりりん屋であった10月末の風のない朝だ空も海も青々として引き締まるような海の空気は 両袖で思わず胸を抱くほどの冷やっこさであるおおサブもう合わせじゃのうおっさんなに日があがりゃそうでもない今が一番えい,い季節じゃあつうなしさむうなしめずらしくかすりのセルの着物にしこんのはかまをつけている大石先生だった。 御座を敷いた船の胴の間に横いざりに座った足を袴はうまく隠して深い根性の海の上を船は先生の心一つを乗せてどうとも規則正しくまっすぐに進んだ二ヶ月前に泣きながら渡った海を今はまた気をいたつ心で渡っているなんせひどい目を見たのはあ 若ものは骨がやらこいから折れても治りが早い。骨じゃないんで筋とも違うアキレス腱言うんじゃがのう骨よりも難しいとこでほうそんなら治おいかん。でもひどい目に合わすつもりでしたんじゃないさかい怪我じゃもんしょうがない。 そんな目に大手も別れの挨拶とはきのえいこっちゃいゆんとんさんじゃい。船頭さんは炉に合わせて短く言葉を区切りながら「ゆんとんさんじゃい」で一層力を入れてこいだ。大石先生もくつくつ笑いながらそれに合わせて「そんなこと言うてもたったの一年生が」。 おやにもないしょでみまいにきたんじゃもんいかんとおれるかいゆんとんさんじゃい。おいせんせいがキャッキャとわらうとせんどうさんもいいきもちらしく「ぎりとうふんどうしゃかかねえばなるまいそういうもんじゃよゆんとんさんかよ」。 もう大石先生は腹を抱えて思う存分笑った海の上では誰も気にするものはなくその笑い声まで土の音で区切られながら船は次第に沖に進みやがて対岸の村へと近づいてゆくまだ朝毛のもやの消えきらぬ岬の花はもうとっくに今日の出発が始まったらしく 小さな物音がしきりに響いてきた今頃あの子供たちはどうしているだろうか自転車で通っていた時よろずの前に差し掛かると慌てて走り出してきていた松江よく鳩場の上まで出てきて待ち受けていた孫樹3日に一度は遅刻するにいた。おしゃまの益野 遠慮屋の早苗一学期に二度も教室でしょんべんを漏らした吉次」と一人一人の上に思いを巡らしながらよくぞあのチビどもが思い切って一本松まで来られたものだと思うとあの日の誇りにまみれた足元など思い出されて愛しさに体が震えるほどだった。 あの時は私の方が驚かされたから今日は一つみんなをびっくりさせてやる誰に真っ先に見つかるだろうかと楽しい空想を乗せて船は進み緑のこだちや黒い小さな屋根を乗せてみさは滑るように近づいてきた二人の女の子が砂浜に立ってこちらを見ている1年生ではないらしい。 不思議そうにこちらから目を離さない変化に乏しい岬の村では海からの客も陸からの客も見つけるに早く後期の目は瞬く間に集団を作るのだった立ち止まっている子供が5人になり7人に増えたと思うとその姿は次第に大きくなりがやがや騒ぎとともに一人一人の顔の見分けもつき出した。 しかし子供の方では誰もまだ着物の先生に見当がつかぬらしく真顔で見つめている笑いかけてもわからぬらしいしびれを切らして思わず片手が上がるとガヤガヤは急に大きくなって叫びだしたやっぱりおなご先生じゃおなご先生おなご先生が来たの 浜辺はもういつの間にか大人までが混じっての大歓迎になった。船頭さんの投げた友綱は看護の声で手繰り寄せられ、力余って船は砂浜まで引き上げられる騒ぎだった。ひとしきり笑いさざめいたあげく、ともかく学校へ向かった。途中で出会う人たちはいちいち見舞いの言葉を送った。 怪我はどないでござんす案じおりました先生の方もいちいち挨拶を返したありがとうございますそのせつはお米をいただいたりしましてすみませんでしたいいえめっそうなほんの心持ちで少し行くと桑を担いだ人が鉢巻きを外しかかっている同じような見舞いを聞いたあと この間はどうもきれいなそら豆をありがとうございましたするとその人は少し笑って「いやうちはごまをあげましたんじゃ」自分のバカ正直さに気がつきこれからは米とも豆とも言わないことに決めたわずか1学期だけのことだったので1年生の父兄のほかはよく顔も覚えていなかったのだ。 その次に出会った漁師らしい風うの人を見ると魚をくれたのはこの人かと思い用心しーしー頭を下げた「こないだは結構なお見舞いをありがとうございました」するとその人は急に慌てだしいやなにことづけようと思っとったんですがつい遅れてしもて間に合いませなんだ。先生の方も同じように慌てて赤い顔になり。 あら、どうも失礼しまししいいしままた。た思いい違の。これが以前だったらおなご先生は見舞いを催促したといわれるところだったろう行き過ぎると子供たちが笑い出しその中の男の子が「先生清六三区は人に物をやった試しがないのにもらうだけじゃ山へ仕事にいとって小便士となったら ど通っても我が家の畑までしにいく人じゃもんわっとみんなが笑ったその話は前にも一度聞いたことがあった4年生にいるその息子が組で一人だけどうしても音楽帳を持ってこなかったその時であるいつも忘れてくるのかと思ってただすと泣きそうになってうつむいたすると並んでいた生徒が代わって答えた 歌をなろうても銭に儲けの足しにはならん言うてこうてくれんのじゃ次の商家の時誠一というその子に音楽調をやると嬉しそうに受け取ったことを思い出した彼は教科書まで全部他人の使い古しをもらっていたしかも村で2番目の新書持ちだというのだ そこにい一のいないことでほっとしている先生へ「先生、足まだ痛いん?」。真っ先に聞いたのはニタである「もう松葉杖ではなかったにしろやっぱりビッグを引いているのを見るとニタはうたてかったのであろう」「先生、まだ自転車に乗れんの?」。今度はこつるだった そう半年ぐらいしたら乗れるかもしれんそんならこれから船で来るん孫敬の質問に黙って顔を振ると琴恵が驚いて「へえそんなら歩いてあんな遠い道歩いて?」。琴恵にとっては忘れられない二里の道だったのだろう。空腹と心配で真っ先に泣き出した琴恵である。 仲はずれになりたくないばかりに本の包みをやぶに隠して出かけたことえは船で送り届けられた時にも一人気が塞いでいたどんなに叱られるかとビクビクしていたのだしかし迎えに出ていたおばんはどこの親たちよりも真っ先に船に歩みのかかるのも待ちきれずジャブジャブと海の中へ入ってゆき どの子よりも真っ先に琴恵を船から抱き下ろしたのであるまるで凱旋将軍のように晴れがましく歩みを渡る子供らとそれを迎える親たちの中で琴恵とおばんだけは泣いていたやぶへ回って本包みを取って戻りながらもうその時は二人とも普段の顔になって話し合った これからは黙ってや恋言ったらいかんで。ちゃんとそう言うていかにゃ。そう言うたら生かしてくれへんもん。そうじゃな。本にその通りじゃ。違いない。おばんは震えるような力のない笑い声で笑い。でもな、何が何でも飯だけは食べていかんと。 体に毒じゃ。そう言われて琴トは先生の家でごちそうになったきつねうどんを思い出した思い出しただけでもつばが出てくるほどうまかったきつねうどん空腹はきつねうどんの味を数倍にして琴トの味覚に焼きついていたその後も彼女は何度かきつねうどんの話をしては 大石先生を思い出し先生を思い出してはきつねうどんを思い浮かべた思いがけず先生がやってきた今彼女はまたあの遠い道ときつねうどんを思い出しながら聞いたのである「あんな遠い道を歩いて」としかしことえでなくとも子どもらは今日の先生を 再び学校へ迎えたものと考えていた誰も疑おうとしない態度を見ると先生は上陸第一歩で今日の目的をはっきりさせるべきだったと思った「お別れに来たのよ」そう叫びながら船を降りたら即座にそのような雰囲気が生まれたろうにと悔やみながら ことばにしがみつくようにしてゆっくりと言った。ねえい遠い道でしょそこをひょこたんひょこたんとちんばひいて歩いてくると日が暮れるでしょそれでねだからねダメなの。 それでも子供たちには察しがつかなかった。網元の森岡忠氏が忠氏らしい考えで、そんなら先生、船できたら、僕毎日迎えに行ってやる。一本松ぐらい変の河童じゃ。忠氏は近頃炉が焦げるようになり、それが自慢なのであった。先生も思わずニコニコして、そう、 それで夕方はまた送ってくれるのうん。な。あと尊貴に言ったのは、少し不安で尊貴に火星を求めたものらしい。尊貴もうなずいた。そう、ありがとう。でも困ったわ。もっと早くそれが分かってたらよかったのに。先生、もう… 学校やめたの今日はだからお別れに来たのさよなら言いにみんな黙っていた別の女子先生がすぐ来ますからねみんなよく勉強してね先生とっても美咲を好きなんだけど この足じゃ仕方がないでしょまた良くなったら来るわねみんな一斉にうつむいて先生の足元を見たさなえが目にいっぱい涙をためそれをこぼすまいとして目を見開いたままキラキラさしている感情をなかなか言葉にしないさなえのその涙を見た途端、 先生の目にも同じように涙が盛り上がってきた。と思うと急に蜂の巣にでも触ったようにうわーっと泣き出したのはス野だったすると琴えや美佐子や気の強い小鶴までがしくしくやり出した泣き声の合唱である崎文教場の古びた紋札のかかった石の門の両側に 大きな柳と松の木があるその柳の木の下で三十四五人の生徒に取り巻かれてお子先生もまた構うことなく涙をこぼした松野のの温度があんまり大げさだったので吉次や二田まで泣きそうになりそれを我慢しているふうだった 大きな生徒の中には面白そうに見ている者も,もいた職員室の窓からその光景を見ていた男先生は古靴の先側だけを残した上履きを突っかけて飛んできたが訳を聞くと「なんじゃおなご先生がせっかくおいでたんだから笑うて迎えんならんのにみんな派手に泣くじゃないか」さあどいたどいたおなご先生。 早く中へお入りなさい。しかし誰一人動こうとはせずしくしく続けた「やれやれ女子と精人はなんとかじゃ」「泣きたいだけ泣いてもらおう」「泣きたいものはなんぼでも泣け泣け」古靴の上履きをパックパック落とさせて男先生が去りかけると。 初めてみん「なは笑い出した。泣けな泣け」と言われたのがおかしかったのだ。修行の番儀が成り渡りいよいよ今日の勉強も始まるわけだ。その初めに別れの挨拶をして帰るはずの大石先生であったが別れの言葉を言ったあと何かに引っ張られるようにして12年の教室へ入って 久しぶりのおなご先生にみんなウキウキしたじゃあこの時間だけ一緒に勉強してお別れにしましょうね算数だけど他のことでもいいわ何しよう「はいはい」と手が上がりまだ名指しをしないうちに増すのが「しょうか!」と叫んだ歓声と拍手が起こった。 みんな賛成らしい「浜で歌うたうわーっとまた時の声が上がる「先生、浜で歌うたう」マスのが一人で温度をとっているじゃあ男先生にそう言って浜まで送ってきてね船が待ってるからパチパチと拍手が起こり机がガタガタなった。 男先生に相談するとそれならみんなで送ろうということになったびっ子の大石先生を取り巻くようにして12人の1年生が先頭を歩いた一番しんがりの男先生はけがの日以来ほこりをかぶっている女子先生の自転車を押していった道で出会った村の人も浜までついてきた 今度は泣きっこなしよ大石先生は一人一人の顔を覗きながらさ、指切りまー、あ、ちゃんも泣かないでねはいこ琴屋もはいさなえさんもはいこれだけが一番泣き虫だからこれだけ指切りしたからもう大丈夫 一人一人の小さな指に誓いながら浜へ来るとニタが大声で「何歌うん?」とス野の顔を見た「蛍の光だそりゃ」男先生がそう言ったが一年生はまだ蛍の光を習っていなかったそんなら一年生も知っとる歌学べや学べでも歌うかい 男先生は自分の教えた歌を聞いてもらいたかったしかしマスノがいち早く叫んだ山のカラス彼女はよほど山のカラスがお気に入りらしかったそしてもう真っ先に歌い出したのだ山のカラスが持ってきた赤い小さなじ袋。 まだやっと一年生なのに彼女の音度取りは慣れきっていた天才とでも言うようなものであろうかちゃんとみんなを後について歌わせる力があった開けてみたらば月のように山が焼けそろ怖くそろ 村の人も大勢集まってきて挨拶をした大石先生も一緒に歌いながら船に乗り込んだ「返事書こうと目が覚めりゃ何のもみじの葉が一つ」繰り返し歌っていつかそれも闇。 しだいにとざかるふねにむかってよびかけるこえもほそりながらいつまでもつづいた「せんせいまたおいで」「あしがなおったらまたおいで」「やくそくしたぞ」 約束したどー最後に仁田の声であとはもう言葉のあやも分からなくなったかわいらしいもんじゃのう船頭さんに話しかけられて初めて我に返りながら しかし目だけはまだ立ち去りかねている浜辺の人たちから話さずに「ほんまにみんなそれぞれえい人ばっかりでの昔からひちむつかしい村じゃというけんどのうそうよのそんな村は気心がわかったとなると」 むちゃくちゃに人が酔うてのうそんなもんじゃ強い日差しと海風に顔をさらしたままもうごま粒ほどにしか見えない人の姿とともに岬の村を心の中に染み込ませるようにいつまでも目を離さなかった炉の音だけの海の上で 子供たちの歌声は耳によみがえりつぶらな目の輝きはまぶたの奥に消えなかった、5. 花の絵海の色も山の姿もそっくりそのまま昨日に続く今日であった。 細長い岬の道を歩いて本校に通う子どもの群れも同じ時刻に同じ場所を動いているのだがよく見ると顔ぶれの幾人かが変わりそのせいでかみんなの表情も辺りの木々の新芽のように新鮮なのに気がつく竹一がいる孫樹の磯吉もキッチンの徳田吉次もいる。 マスのや早苗も後から来ているこの新しい顔ぶれによって物語の初めから4年の年月が流れ去ったことを知らねばならない4年その4年間に一億同胞の中の彼らの生活は彼らの村の山の姿や海の色と同じように 昨日日に続く今日であったろうか。彼らはそんなことを考えてはいないただ彼ら自身の喜びや彼ら自身の悲しみの中から彼らは伸びていった自分たちが大きな歴史の流れの中に置かれているとも考えずただ伸びるままに伸びていた それは激しい四年間であったが彼らの中の誰がそれについて考えていたろうかあまりに幼い彼らであるしかもこの幼い者の,の考え及ばぬところに歴史は作られていたのだ四年前三崎の村の文教場へ入学したその少し前の 3月15日、その翌年彼らが2年生に進学したばかりの4月16日人間の解放を叫び日本の改革を考える新しい思想に政府の圧迫が加えられ同じ日本のたくさんの人々が牢獄に封じ込められたそんなことを 岬の子供ららは誰も知らない。ただ彼らの頭にこびりついているのは不況ということだけであったそれが世界につながるものとは知らずただ誰のせいでもなく世の中が不景気になり倹約しなければならぬということだけがはっきり分かっていたその不景気の中で 東北や北海道の基金を知り一人一銭ずつの寄付金を学校へ持って行ったそうした中で満州事変上海事変は続いて起こり幾人かの兵隊が岬からも送り出されたそういう激しい動きの中で幼い子供らは 麦飯を食べて生き生きと育った前途に何が待ち構えているかを知らずただ成長することが嬉しかった5年生になっても流行りの運動靴を買ってもらえないことを人間の力では何ともできぬ不況のせいと諦めて昔ながらのわらぞおりに満足し それが新しいことで彼らの気持ちはウキウキしただからただ一人森岡忠のズックを見つけるとみんなの目はそこに注がれて騒いだ「わあタンコ足が光りよるああばば、ババ言われる前からただしは気が引けていた。 履いてこなければよかったと後悔するほど恥ずかしかった女の方ではコツルが一人だった靴は足をかわすたびにブカブカと脱げそうになったコツルはとうとうズックを手に持ってはだしになり恨めしそうに靴を眺めた6年生の女の子が自分の草履と取り替えてやりながら大声で。 ともんはんじゃもんわたしにでもおおきいわおそらく3ねんほどもたせるつもりでかってやったのだろうがこつるはもうこりこりしていたぞおりのほうがよっぽどあるきよかったのだほっとしているこつるにまつえはわらいかけ「なあこつやんべんとがまだここでぬくいぬくい。 そう言って腰のあたりを叩いてみせた。百合の花の弁当箱。コツルがいつ買ったのだという顔で問うのを松江は気弱く受け。うんうん。それは明日お父っちゃんが買うてきてくれるん。そう言ってしまって松江はハッとした。三日前のことを思い出したのだ。美佐子もマ野も。 蓋にゆりの花の絵のあるアルマイトの弁当箱を買ったと聞いて松江は母にねだった「まーちゃんもみーさんもゆりの花の弁当箱買うたのにうちもはよ買うておくれいの」「よしよしほんまに買うてよよしよし買うてやるともゆりの花のどの」 おーゆりなときくなとそんならはよチリリン屋へ頼んでおくれいのよしよしそうあわてるないほたってよしよしばっかり言うんじゃもんまっちゃんチリリン屋へ行ってこっかそれで初めて彼女の母は真剣になり今度はよしよしと言わずに少し早口でまちょっと待ってくれ。 誰が税に払うんじゃ。お父さんに儲けてもろてからでないと赤恥かかならんそれよかお母さんがなアルマイトよりももっと上等のを見つけてやるそう言ってその場を流されたのだが松江のために探し出してくれたのが古い昔の柳氷の弁当入れとわかると松江はがっかりして泣き出した。 今時柳氷の弁当入れなど誰も持っていないことを松江は知っていたのだ世の中の不況は父の仕事にもたたって大工の父が仕事のない日は草取りの費用にまで行っているほどだから弁当箱一つでもなかなか買えないことも分かっていたしかし松江はどう知っても欲しかったのだ ここで柳氷を受け入れたらいつまでたっても百合の花の弁当箱は買ってもらえまいということを松江は感じてごね続けとうとう泣き出したのであるしかし母親もなかなか負けなかった「不景気なんだからちっと我慢し来月になって景気が良かったらほんまに買おうじゃないか」。なあ 松は一番大きいからもっと聞き分けいでどうすりゃそれでも松江はしくしく泣いていたいつやむともしれないほどしんねり泣き続けるのはよほどの思いに違いないそのまま続けばいつやむとも知れぬ泣きぶりであったがやがて泣くどころではないことが起こった彼女の母はキリッとした声で言った 待つ、弁当箱はきっと買うてやる指切りしてもええその代わりお前三んさんとこへひとっ走り行ってきてくれや大急ぎで来て使わされ言うてな行きしなによろず屋のばあやんにもちょっと来てもろっとくれこんなはずないんじゃけんどおかしいな。 後の方は独り言のように言って何度に布団を敷き出した母親を見るとさすがに松江も泣きやみ慌てて家を飛び出した小さい体をつぶてのように走らせながら彼女の心には一つの楽しみが膨らんできたそれは指切りしてもよいと言った母の言葉だった「三馬さんの家は本村のとっつきにあった」 帰りは途中まで自転車に乗せてくれ、少し上り坂のところまで来ると、年取った三馬さんは自転車を止め、お前はここで降りてくれ、一刻も早ういかんならん。松江はこっくりして自転車の後から走った。自転車はみるみる遠ざかり、すぐに山の中へ消えていった。大石先生の自転車以来、 女の自転車もようやく流行りだして今ではもう珍しくはなかったがそれだけに走り去った三馬さんの自転車を見て毎日朝早く起きててくてく街まで歩いて仕事に行く父親にも自転車があればどれほど助かるかとふと思った「走って帰るともう赤ん坊は生まれていた」。 忙しそうにたすきがけで水を汲んでいたよろず屋のおばさんは松江を見るなり言った「まっちゃんよお前えらかろうが大急ぎで釜の下炊いておくれ」バケツのまま釜に水をあけてから小声で「こんまい女の子じゃつきたらずじゃといな」でもええじゃないかなあまっちゃんまた女でお父ちゃんはうんざりしようけんど 女の子は、ええ、忠義はできんけんど10年もたったらまっちゃんじゃってどない出世するか知れたもんじゃない。何の意味かよく分からぬまま松江は釜の下を焚き続けた。母親に何かことがあると年寄りのいない松江の家では小さい時から松江がかまどに立たねばならなかった。 それから3日目、初めて弁当を持って本校へ行く松江は何度に寝ている母親に注意されながら湯気の出ているご飯を釜から弁当箱に詰めた「お父っつぁんのは両氷ぎゅうぎゅうに詰め込んであげよお前のは軽く入れてな何せ大きい弁当箱じゃもん」。 梅干しは見えんほどご飯の中に押し込まにゃ蓋に穴が開くさかい。血の道が起こりそうだと言ってしかめ顔に手ぬぐいで鉢巻きをして寝ている母を幼い松江は気にもかけず「お母さん百合の花の弁当箱ほんまに買うてよ。いつ買うてくれるん?」。 お母さんが起きれたら起きれたらその日にすぐにああ、その日に松江は嬉しくて今日借りて持っていく父親のアルミの弁当箱の大きさも気にかからなかった松江ぐらいの女の子なら3人分は優に入る大きな深い弁当箱が小学校の教室ではどれほど滑稽に見えるかを 彼女は考えなかった。柳氷よりはその方が良いと思ったのだそれどころか体に伝わってくる弁当のぬくみは彼女の心をほかほかと温め続けていた小鶴の問いに思わず「明日」と答えたけれど明日は買ってもらえないしかしあさっては買ってもらえるかもしれないと考えると 彼女は一人笑えてきた。こんな温かい気持ちで出かけていった松江であった松江に限らずみんな何かしら嬉しがっていたスノは新しいセーラー服を着て自慢らしかったし琴恵はおばんの作っておいてくれた草履の鼻緒に赤いキレのないこんでいるのが嬉しそうだった。 まるで大学生の着るような細かい薩摩がすりの合わせを着せられている早苗は赤いはっかけ裾回しを気にして時々うつむいて見ている地味なその着物を人に笑われないうちに早苗の母は言ったのである「なんと地味すぎておかしいかと思うたら赤いはっかけで引き立つこと」。 そんでまたこれがさなえに似合うと言うたらこの着物着たらかしこげに見えるわ裾にチロチロ赤いのも見えて見事い見事いよかったこれだけ褒められるとさなえは正直にそれを信じ込んだ着物を着ているのはことえと2人だけで琴えもまた母親のだったらしい黒っぽい 飛び模様のある綿目線を着ていた本立ちそのままらしく腰上げも肩上げも盛り上がっているしかし彼女の自慢は先き花をに赤い切れのついた草履の方だった藪のそばの草むらを通る時琴絵だけはふっと大石先生を思い出し一本松の方を見た小石先生 親しく心の中で呼びかけたつもりなのにまるでそれが聞こえたかのようにコツルが寄ってきた「小石先生のこと知っとん何?」。「知らないとわかると今度は早苗に「知っとん早苗さ,さん」。コツルは大声でぐるぐると見回し「みんな小石先生のこと知っとるか?」。「ニュースはいつだってコツルからである」。 みんなはとくいた得意のこつるはれいのとおりしのできったようなほそいめをみはりみはってもいっこうひろがらないめでみんなをみまわし「こいしせんせいなあのな」「えいことこッとこッとこんぺいと」そしてマスノのみみにくしゃくしゃっとささやいたふたりだけのじまんにしようとしたのに。 うわっよめさんにいったんこつるはまだあるんだとばかりになほてなあのなとわざとゆうゆうになり「しんこんれんこんなおしえてやろうか」うん。うんうん。こがつくとこ「ん」がつくとこ。 火がつくとこ、らがつくとこわかった、こんぴらまいりそう、わーっと声が上がった100メートルほども先になった上級生の男の子たちが振り返ったがそのまま行ってしまうとみんなもとっととその後を追いながら口だけはやかましく小石先生の噂をした それはおとといのことで昨日小鶴の父が聞いてきた話だということも分かった嫁に行ったとすれば小石先生はもう学校を辞めるのではなかろうかというのが益野の意見だった小鶴がそれに賛成し小林先生も嫁に行くので辞めたと記憶のよいところを見せたそしてまた やめてもらいたくないという希望をいち早く口に出したのも増すのであった珍しくさなえとことえが賛成したさなえがことえに小石先生もいっぺん会いたいもんなうーんいつか知らんうどんうまかったなことえが言ったみんなはそれで4年前のことをはっきり思い出した その小石先生が今日学校に来ているかどうかはみんなにとって大問題になってきたみんなの足は知らず知らず速くなった半ば走りながら増すのは「賭けしようか小石先生来とるか来とらんかしよう何かけるん?」。打てば響く速さでが応じた。た負けたら、ええー、と、えーっと とすっぺ5五つ森岡忠氏がそう言うと増すのは右手を高く上げながら「すっぺ5五つなら負けてもええわ」「うち先生聞いとるうちもうちもなんのことはないみんな小石先生が来ているというのだとうとう賭けは流れたまま学校へ近づいたさすがに新入生の五年生は生真面目な顔をして校門をくぐった。 ひょいと見ると職員室の窓から小石先生がこちらを見ているおいでおいでと手を振られるとみんなはその方へ走っていったもう来るかもう来るかと思って待ってたのよちょっと待ってそう言って出てきた小石先生は歩きながらみんなを土手の方へ連れていった一人一人の顔を見ながら 大きくなったじゃないの今に先生に追いつくわあらコツやんなんか追い越しそうだコツルに肩を並べ「へえ負けたでもしょうがない小石先生だもんねみんな笑ったあんたらが小石先生と言ったもんでいつまでたっても大石先生になれないじゃないのまた笑った 笑いはするが誰もまだ何とも言わないいやにおとなしいのね5年生になったらこんなおとなしくなったのそれでもニコニコしているだけなのは小石先生がなんだか前と少し変わって見えたからだった色も白くなっているしそばに来るとすみれの花のようにいい匂いがした。 それは嫁さんの匂いだというのをみんなは知っていた先生。マスノすのがやっと口を切った先生、せいしょうかえてくれるんそうしょうかだけじゃないわあんたたちの受け持ちよ今度。わーっと歓声が上がり急に打ち解けてしゃべりだした「先生、先生。 誰かが呼び続ける呼び続けながら三咲の村のいろんな出来事がその海の色や風の音まで伝わってくるように分かった琴江の家では最近おばあさんが卒中で亡くなり孫樹のお母さんはリウマチで寝込んでいるという早苗のおでこのかすり傷はついこないだ美佐子と2人で肩を組んでスキップで走っていて 道路から浜に落ちたときのけがだとわかったしキッチンの家では豚が3匹もトンコレラで死んでしまいお母さんが寝込んだなどと話はつきなかったコツルは先生の体をつかまえてゆすぶり「先生ニタたどうしてこなんだか」あ「あそれ聞こう聞こうと思ってたのどうしたの病気 すぐには答えずみんな顔を見合わせて笑っている先生もつられて笑いながらこれはきっと似たが突拍子もないことをしでかしたに違いないとふと思ったどうしたのよ病気じゃないの早苗の顔を見て言うと早苗は黙ってかぶりを振り目を伏せた「落が答えた。 あほんと驚いている先生を笑わせようとでもするようにこつるはいつも花垂らしとるさかいみんなは笑ったが先生は笑わなかったそんなこと嘘よ花垂らして落くならみんな1年生のときらしたわ病気かなんかでたくさん休んだんでしょでも男先生がそう言うた 花垂れも次第送りというのに「ニタは4年生になっても花垂れが治らんからもういっぺん4年生だ」って小鶴の話にみんながツンツン鼻をすすったそれには先生もちょっと笑ったがすぐ心配そうな顔になった修行の鐘が鳴ったのでみんなと別れた先生は職員室に戻りながらニタのこときり考えていなかった かわいそうに」とつぶやいた落第したニタが弟の三吉と同級生になってもう一度やり直す四年生を思うと気持ちが曇ってきた「鼻垂れも次第を送り」と本当に男先生が言ったとしたら仁タを四年生にとどめることこそ鼻を垂れっぱなしにさせておくことのように思ったのだ。 あの体の大きなニタの無邪気さがそれで失われるとしたらニタの一生について回る不幸のように思えて今日一人取り残されたニタの寂しさがひしひしと迫ってきてまた繰り返した。花なたれも次第送り花なたれも次第送りニタはどうして取り残されたろう。 それを武市にでももう一度聞こうと思った大石先生はお昼休みの時間を待って外へ出た運動場の見渡せる土手の柳の下に立つと武市は見当たらず真っ先に捉えたのは松江だった松江はなぜか一人校舎の壁にもたれてしょんぼりしていた招くと土手の下まで走ってきてそっくりそのまま 母親に通じる目で笑った手を伸ばすとますます母親にの顔をして決まり悪そうに引っ張り上げられた似たのことを聞こうとする先生とも知らず松江は自分一人の気詰まりさから逃れようとでもするように切羽詰まった声で呼びかけた「先生なあにあのあの。あの うちののお母さん女の子を産ん女子産だあらそうおめでとうなんて名前あのまだ名前ない一おとつい生まれたんじゃもん明日明あさってしあさってと松江は3本の指をゆっくりと折り「六日ざり名付け日今度私が好きな名前考えるそう もう考えついたのまだ。さっき考えよった松江は嬉しそうにふっと笑い、先生と、いかにも今度は別の話だというふうに呼びかけた。はいはい、なんだか嬉しそうね。何？ああの、お母さんが起きられるようになったら、アルマイトの弁当箱、買ってくれるん。 蓋に百合の花の絵がついとる。弁当箱。すーっとかすかな。音をさせて息を吸い。松江は顔いっぱいに喜びをみなぎらせた。あら、いいこと。百合の花の絵がついとるの？ああ、赤ちゃんの名前もそれなの？すると松江は恥じらいと喜びを。今度は体中で示すかのように肩をくねらせて。 まだわからんの。ふーん、わかりなさいよ。ゆりちゃんにしなさい。ゆり子、ゆりえ。先生、ゆりえの方が好きだわ。ゆり子はこの頃たくさんあるから。松江はこっくりうなずいて、嬉しそうに先生の顔を見上げた。松江の目がこんなにも優しいのを初めて見たような気がして。 先生はその長いまつげに覆われた黒い目に自分の感情を注いだ「仁田のことはもうひとまず流して心はいつか和んでいた」「松江にとってもまたその数倍の喜びだった」「先生に言わなかったけれどお昼の弁当の時松江は大きな父の弁当箱を 小つるや美佐子から笑われたのであるそれで彼女は一人みんなから離れていたのだしかし今はそのしょげた気持ちも朝露を受けた夏草のように元気を盛り返した自分だけが特別に先生にかまわれたようなうれしさでこれは内緒にしておこうと思っただのにその日 帰り道で彼女はつい口に出してしまった「うちのねねユリエって名前つけるんユリエふんユリ子の方が気がきいとら跳ね返すようにコツルが言った松江は胸を張って「それでも小石先生ユリエの方がめずらしてええ」って言うたコツルはわざと飛び上がって「へえ!」 なんで小石先生が、へえ何かを探り当てようとでもするような目で松江の顔を覗き込み「あ分わかった」並んでいた美佐子を後ろの方へ引っ張っていってこそこそささやいた藤子早苗琴ことじゅんじゅんにその耳に口を寄せ「なそうじゃな」おとなし組の3人は コツルの言い分に賛成できないことを気弱な無言で表すばかりで松江を孤立させようとした小鶴の企みは崩れてしまったよく気の合う増すのが今日は母の店によってここにいないのが小鶴の弱さになっていた彼女はみんなに松江がひいきしてもらうために一人で小石先生にへつらったと言ったのである。 そのためにかえって自分から孤立したコツルは一人不機嫌に黙り込んでとっとと先を歩いていったみんなもその後から黙ってついていった一つ花を曲がったときである前のコツルが急に立ち止まって海の方を眺めた先に立つ者になうがのようにみんなも同じ方を見た コツルが歩歩き出すとまた歩くやがていつの間にかみんなの視線は一つになって海の上に注がれ歩くのを忘れてしまった初めからコツルは知っていたのであろうかそれともたった今みんなと一緒に気づいたのであろうか静かな春の海を一艘の漁船が早路でこぎ渡っていた。 手ぬぐいで鉢巻きをした裸の男が2人力いっぱいの格好で牢をしている二丁路の跡が幅広い牢足を引いて走るように対岸の町を指して遠ざかってゆくのだもう喧嘩どころでなかった何じゃろ誰のうちの出来事じゃろうみんな目を見合わした 消え去りつつ新しく引かれていくロア足から岬の村に大事件が突発したことだけが分かった急病人に違いない船の道の間に広げた布団が見られそこに誰かが寝かされていると察したしかし瞬く間に船は遠ざかり乗り込んでいる人の判別もつかなかった まるでそれは瞬間の夢のように飛ぶ鳥の影のように過ぎただが誰一人夢と考える者はいなかった一年に一度か二年に一度急病人を町の病院へ運んでゆく岬の村の大事件をさかのぼって子供たちは考えていたかつて小石先生もこうして運ばれたのだ けがをしたか急性の盲腸炎かなんじゃろ誰ぞ盲腸の人おったかいや後から追いついてきた男の子も一緒に固まって表情した女は誰も声を立てず男の子が何か言うたびにその顔に目を注いだそんな中で松江はふと 今朝家を出かけるのの母の顔を思い浮かべた。瞬間、黒い影のさしたような不安にとらわれたがそんなはずはないのだと強く打ち消したしかし頭痛がするとて顔をしかめ手ぬぐいできつくきつく鉢巻きをしたその結び目のところの額に寄っていた盛り上がったしわを思い出すと。 なんとなく払い切れぬ不安が迫ってきた初めに「今日は父に休んでもらいたい」と言った母しかし父は仕事を休むわけにはいかなかった「松江を休ませりゃええ」父がそう言うと「そんならええ」と言い松江に向かって「学校初めてなのになあ」だけど 遊ばんと戻ってくれな思い出して松江はドキドキしてきたするといつの間にか足はみんなの先を走り出していた他の子供もついて走った足がもつれるほど走り続けてようやく岬の柳を見た時には松江の膝はガクガク震え 肩と口とで息をしていた村のとっつきがよろず屋でありその隣の我が家におしめがひらひらしているのを見て安心したのであるしかしその安心で泣きそうになった彼女は今度は心臓が止まりそうになった井戸端にいるのが母ではなく よろずやのおばさんだと気がついたからだ弾んだ石ころのように坂道を駆け下りた松江は我が家の敷居をまたぐなり走ってきたそのままの足の運びで母の寝ている南度に飛び込んだ母はいなかった「お母さん ひっそりとしていた。お母さん泣き声になった。よろずやの方から赤ん坊の泣くのが聞こえた。うわ、あわ、お母さん からの限り大声で泣き叫ぶ松江の声は空にも海にも響けとばかり広がっていった。